皆さんおはようございます。和道です。2018年3月の20日、13時39分です。おい松田、あれ松田って配信者の松田さん？ん？配信者の松田か、これ。違うかな、違うか。松田さんいらっしゃい。どうもどうも、よろしくお願いします。はい、伊藤さんいらっしゃい。楽しんでて。2018年3月の20日13時39分です。よろしくお願いします。みーさんこんにちは、よろしく。はい、こんにちは。よろしく。この時間帯は久々の放送かもしれないですね。人集まんないかもしれないけど。はい、こんにちは。ただいま介護休暇中。あ、そうなんだ。ペコペコランドいらっしゃい。いやー、最近なんか元気がないよ。楽しいことがないね。楽しいことやりたいな。なんか楽しいことないかな。なんかあれだね、あの歌枠のオーディションが始まったね。オリジナルソングで優勝100万円だって。昨日さ、リーバイスのジーパンリペアに出してたんだけど、あの直って戻ってきたよ。3000円で直してくれたね、股の破れを。リペアって生まれて初めてやったけど、いいね、長く使えるから。新品のジーパンも2本買ったけど、この3本ローテーションでやってこうかな。はい、ワドツーサプリさんいらっしゃい。みんなこんにちは。ヤクザ関係、俺ヤクザ大嫌いだよ。ヤクザ嫌いだよ。俺ヤクザじゃないよ。なんで？なんでヤクザ関係だと思った？オタクです。なんか面白いことないかな。東京曇りかな。若干雨降った跡があったから今起きたんだけど。なんでバイトすんの？バイトしないよ。バイトしたくないからこういうことやってんの。なんでバイトしないといけないの？俺収入に困ってないよ。バイトはしないよ。生活保護課の上司に話したら半年は長いかなと言って 1.2 ヶ月サークルとかに参加したら原付買うの。ああ、よかったじゃん、よかったじゃん、よかったね。
よかったね、ジェリーさんね。頑張ってね。左手かっこいい。ありがとう、サプリさん。指輪が1個増えたね。指輪が1個増えた。はい、こんにちは、さやちゃん。おはよはい、リコさん、バカ10個ありがとう。桜はね、咲いてる。早咲きの桜は咲いてるね、駅前に行ったら。遅咲きの桜は咲いてないね。もう咲き始めてるよ。バカありがとう。わお、桜花火ありがとう。この枠にも桜が咲きました。ありがとうございます。あざまーす。おはよう。生活保護者って基本バイクの車の運転は認められないんじゃなかったかしら。ほんとね、ピノコちゃんね、それ知りたかったらね、生活保護完全マニュアル見てみるといいよ。全部載ってるから。結構ね、生活保護に関しては間違った解釈をしてる人がめちゃめちゃ多いのね。俺は小川祐樹さんっていうさ、生活保護専門家とタッグを組んで生活保護の正しい知識を身につけようということをやってますんで、もしよかったら見てみてください。目から鱗な情報がいっぱいあると思うよ。プロフィール欄にあるから。花見やったことないな。いや、学生の頃一回だけやったことあるけど、お酒ねえ、やめたし。桜は綺麗だよね。
はい、ワード2。貯金さんいらっしゃい。配信前掃除？掃除枠で配信前少しずつやる。やってないね。やってないね、さやちゃん。いいとこつくね。やってないね。やってない。クララさんいらっしゃい。知らない。もうヒカル君と軍曹の関係知らないもん。喧嘩したの？知らん、全然。軍曹とも関わってないし。いや、聞いていいよ、全然。聞いていいんだよ。謝ることは何もないよ。ああ、そうだ。リスナーさんからなんか届いたんだ。開けてみる。なんだろう、これ。アマゾンっぽいけど。開けてみる。リスナーさんからなんか届いてるんだよ。なんだこれ。最近なんかやたら物資が届くんだけど。名前言っていいのかな？なんだろう、これ。ちょっとなんか届きましたね。後で開けますか。はい、ワード2。ああ、パチンコ勢が集まってきたね。パチンカスとかパチンコ。ねえねえ、みんなさ、この前枠で話したんだけどさ、確率の収束について面白くなかった？パチンコやる人手を挙げて。パチンコやる人。俺ね、パチンコの確率の収束。ああ、はいはい、いやようさん、了解です。開けてみようか、じゃあ。ちょっと、じゃあ、開封します。ちょっと、これね、天岐阜。あ、でね、いやようさんね、ごめん。もう一個の方ね、多分ね、送り返されちゃってた。今日、やろうと思ったら、保管日が切れてた。ごめん。じゃあ、開けてみましょうか。昔やってた。開けます。何かな、何かな。ん？なんだ。いつも、これ名前読み上げない方がいいのかな。名前読み上げていいかどうか、いやようで教えて。送り主さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。だって。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとう。いつも楽しい放送ありがとう。マジで？すみません、なんか。あ、伏せで了解です。ありがとうございます。ちょっとじゃあスロットの話するんだけど、いや、めっちゃ嬉しいんだけど。天岐阜いただきました。ありがとうございます。天岐阜いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいんだけど。いや、天岐阜いただいたわ。ありがとうございます。なんかニコ生っぽいな。ニコ生思い出すな、ギフト券。ありがとうございます。嘘でしょ？ありがとう。ありがとうございます。こんな高額すみません、なんか。やばくね？ありがとう。天岐阜ありがとうございます。すげえ。ありがとう。いや、なんか悪いね。ありがとうございます。うわ、どうしよう、これ。あ
ありがとう。何を送っていいかわからなかったので、好きなものを購入してくださいって。ありがとう。ありがとうございます。ありがたく頂戴します。大事に取っとこう。ねえ。いや、助かるよね。ありがとうございます。頂戴します。飾っておこうね、ここに。で、パチンコの確率の収束についてもう一回話してもいい？この前の確率の収束見た？俺の放送で。確率の収束について。それ聞いた人、その話題でいい？もう一回話したいんだよね。パチンコのリスナーさんが多いから。パチンコの話でもいいですか？パチンコの話じゃなくて、これは確率の話なんだよ。確率の話。数学の話、そうそう、機械割りとか、ちょっとやってみようか、確率の収束。今、準備しますね。俺は、間違って今まで解釈をしてて、正確に言うと多分ね、これ、多くのパチンコやってる人が間違えて覚えてると思うんだけど、機械割りとか、確率が収束していくっていうことをね、多分ね、間違ってると思ってて、俺もうパチンコ本当にやめたんだけど、これもっと早く知りたかったな。じゃあ今やるね。ちょっと待ってね。ペイント、ペイント。ちょっと待ってね。ペイント。ちょっと待って。Windows アクセサリー、ペイント。いきますか。和道の授業。ほいっと。いや、絶対勝てないとかそういう話を、そういうつまらない話じゃないのね。そういうつまらない話じゃないの。もっとね、もっと面白い話。勝てる勝てないずったら勝てないんだから。OK 見えてる？ OK？OK みんな。OK？ じゃあ行きますよ。確率。ねえねえ、誰かさ、ペイントのさ、文字を太くする方法知らない？ペイントの文字を太くする方法。あ、モグラするの？はいはい。グラフで、ここに0ってなってて、こう、線が引いてあるじゃん？グラフね。じゃあ、ここが線にしましょうか。OK。線。で、こっちがマイナス線にしようか。ここまで OK。こんなグラフあるじゃん。これわかる？これ OK？OK？ ここまで。で、確率は200分の1で当たりますよ。OK。で、機械割りが100%です。100%。で、機械割り100%ね。あなたは朝一で打って、こういうグラフになりましたと。OK。で、この現時点で、ここで、マイナス500枚。500枚。3時間打ってマイナス500枚にしようか。3時間打って1000回転。
この状態だとみんなどう考える？このグラフを見た時にみんなはどうする？みんなだったらどうする？どういう分析をする？このデータの時点で。このデータの時点でどう分析する？打たない。今度はゼロに近づくと思っちゃうでしょ。ペイントテキストから、あ、ありがとう。ペイントテキストから、ペイントテキストってどこにあるんだろう。ペイントがどこにあるか分かんないな。ペイントテキスト、ペイントテキスト、ファイルじゃなくて、え、ペイントテキスト、ペイントっていうのがないな。まあいいや。この時点でゼロに近づくと思いません？機械割り 100% だったら。機械割り 100% だったらゼロに近づくわけだから上がると思いません？普通だったら。俺は今までどういう解釈をしてたかっていうと、長く打てば打つほどこうやって上がっていくもんだと思ってたの。で、これが機械割り 100% の意味だと思ってたの。機械割り 100% っていうのはプラマイゼロって意味だから、みんなこう考えません？俺はこう考えちゃってたの、機械割り 100% の意味を。これ機械割り 100% の本当の意味ってこうらしいよ。こっから打ち続けたらこうなるっていうのが機械割り 100% なんだって。あ、じゃあみんな分かってるんだ。これが正しい解釈だよね。これが機械割り 100% の意味って意味だよね。これが確率が収束するって意味なんだって。知ってた？これが機械割り 100% の確率に収束するっていう。あ、知ってたんだみんな。賢だね。あ、みんな知ってたんだ。俺アホだからこっちだと思ってたの。あ、みんなやっぱパチンコすごいね。俺十何年間俺は十何年間これでやってたんだけど。マジか、みんな分かってたんだ。俺10年間これで打ってたんだよ。アホでしょ。10年これで打ってた俺。アホでしょ。そう、養分だったの、ただの。え、みんな分かってたの？いや、知らないでスロット打ってたんだよ。そう、確率を意味が分かってなかったの。え、みんなはさ、こっちで打ってないの？いや、分かるんだけど、コメント欄でこっち側だよっていうのは分かったんだけど、みんなパチンコ他の人はどう？黒だと思ってなかった？プロは常識なんだろうね。それだとへこんでる台全部出る。いや、だからほら、よくさ、そのへこんでる台俺ハイエナすることが多かったの。上がるもんだと思ってたから。で、実際上がってる気になってたけど確率で上がってなかったっていうさ。だったらさ、ジャグラーとかで前日のデータを見るっていうのは設定を見抜くだけってことでしょ。黒だと思うでしょ。いや、それはないんだって。これサイコロの例えでやるとみんな正しい答えやるんだけど。ああ、でもみんな分かってるんだな。設定看板のためだけにグラフ見てたんだ。あー、まあまあ、俺は間違って覚えてたってことだな。やっぱ勉強しないとダメだね。あ、でも俺以外全員分かってたからみんな俺より賢いんだね。結論出た台が当たり。あー、確かに確かに。っていうことは、ジャグラーみたいな台ってここは関係ないってことでしょ。なんでここ見るのかっていうと、
合算比率とかで大体の設定カンパに使ってるだけってことだよね。出てるか出てないかを見てるんじゃなくて、まあ、回転数とビッグとかレギュラーとかの割合を見て、それで計算してただけってことでしょ。そういうことでしょ。みんなやってたのって。要はパチプロとかがやってるの、ここを見てるのは、負けてるか勝ってるかじゃなくて、ビッグとか、レギュラーとかの合算を割って、あ、機械割りどれくらいだろう、あ、機械割りじゃない、設定どれくらいだろうな、打とうかな、打つまいかなっていう計算をしてたってことでしょ。いや、俺、アホだったわ。そういうことか。まあ、ストック機とかね、他の台だと原理がまた変わるんだけど、一般的に言われてる花花とかジャグラーとかはこの原理ってことだもんね。あ、みんな知ってたんだ。ごめん、俺がアホだったわ。ありがとう。俺がただアホだっただけなんだ。ブドウ確率まで計算って何？ブドウ確率？だって収束するってあれ3万回転とかで収束するって意味でしょ。いやでもね、多分なんだけど、熊助さんは間違えて解釈してる。黒だけどゼロになるかは分かんないっていうのは上がると思ってるんだよ、グラフが。これ、機械割り、これ、この時点で上がってるの分かる？これね、多分なんだけど、俺話聞いてる限り、熊助さんだけ理解してないと思う。これね、打てば打つほど機械割り100%に近づいていくんだよ、これ。アニジャさんさ、多分熊助さん間違えてるよね。ゆっくり上がっていくと思ってんの、熊助さんは。そうじゃなくて、これ平均で伸びていけば伸びていくほど、機械割りが上がっていく計算なんだよ、これ。多分ね、熊助さんはゆっくり上がっていくもんだと思ってんの。多分間違えてるよね。俺と同じ解釈してんの、熊助さんは。これ上がらないんだよ。多分なんだけど、熊助さん間違えてる。で、他の人が正しい。要はオレンジ色みたいにずっと平坦にこっから続くっていう、平均するとね。多分間違えてるよね。いつかはゼロになるっていうのが間違いってこと。だから、いつかはゼロになるってことは、マイナスで打ち始めたら上がるっていう計算じゃん。要は、俺が言ったこの黒の計算式じゃん。これじゃないの。だから、熊助さん間違い。なんでかっていうと、これ、この時点では機械割りさ、88%だとすんじゃん。ちょっとやってみるよ。説明するね。ここの、この時点では機械割り88%だとすんじゃん。88%ね。でも、実際の台の設定は、おそらく挙動を見てて100%なのはカンパしてるとするじゃん。これ、この時点で計算するとすんじゃん。これマイナスでもこれ98%とかになってんだよ、これ。その意味わかる？俺が言いたかったのはここなのよ。熊助さん。この時点では機械割り上がってるの。だから100%に近づくっていうのは0に近づくって意味じゃなくて、機械割りが100に収束していくの。合ってるよね、俺が言ってんの。0になるのは機械割りなんだよ。合ってるよね。要は負けの差額が少なくなる計算だから。この2%の分母が上がっていくから、分子のパーセンテージ12%マイナスだったのが8%マイナスになるから、500、延々と500負けだったら、打てば打つほど100%に近づくって意味。これで合ってるよね。これ勝ってても同じ理論なんだよ。合ってる？みんな。機械割りの100%が収束するってこういう意味だよね。だよね。そう。だから熊助さんやっぱ間違ってる。これだからさ、小学生で習うことなのにパチンコやるときだけさ、合ってるよね。だからこれパチンカスってやっぱダメだね。俺のことなんだけど、ちゃんと小学校で教わる計算っていうのができないわけじゃん。そのギャンブルしちゃうと。要はこれができるやつが、頭のいいやつが勝つんだよね。っていう話でした。ごめん、みんな知ってたね。基本だよって言われちゃったよ。風船ありがとう。
あと多分大見さんは分かってないと思う。雑誌でそう見たのは多分ライターが間違ってる。か、もしくは熊助さんがその雑誌を間違えて解釈してる。だから機械割りに騙されるなってことだよね。これさ、こっから先の説明がいるかいらないかなんだけど、多分ね、熊助さんはサイコロの例えだと分かると思うんだけど、熊助さん、分かってない人逆に手を挙げて。え、これ知らなかったっていう人、分かってる人は答えてくれたじゃん。え、これ知らなかったっていう人が、もし多かったら次の説明に入る。もっと分かりやすい例えがあるの。これスロットだと分かりづらいんだけど、サイコロだとめちゃめちゃ分かるんだけど、この先の説明いる？分かってない人。納得できるように。確率の計算式。いや、多分あまり知らないと思うね。じゃあ、これね、スロットの話じゃないっていうのがミソなの。これは確率の数学、初期数学の話なの、これって。パチスロで例えてるだけで。だから、サイコロに転化すると、小学生の時習ったわっていうのがわかるんだけど、いらない？もう、この説明。わかってる人が多かったら。サイコロの説明だったら、ほら、スロットやらない人でもわかるから。いるかいらねえか聞いてんだよ！答えてくれよ！やりづれんだよ！いらなかったらいらない！いるんだったらいる！ちょっと、放送にならないよ！頼むよ！もうちょい、なんかレスポンスくれよ！いるのかいらねえのか聞いてんだよ！くそ。一応説明しようか。サイコロ。じゃあ、サイコロ編いきます。じゃあこれ一回消すよ。これ覚えといてね。これ、OKOK。これ一回消すね。いってみよう。選択。なんだこれ。選択。これ消すよ。なんだっけ。消し方どうやってやんだっけな。どうやって消すんだっけ。あれ、これどうやって消すんだっけ？選択して、これを切り取りだっけな？切り取り。よし。OK ね。みんなさ、サイコロって、サイコロね。サイコロ書きます。あ、間違えた。今度サイコロ編でいきます。これカイジの世界だね。カイジ。みんな行くよ。サイコロがあります。あれ、線が細くなった。あ、こうやってサイコロあんじゃん。これね、6面。で、確率は、線の幅、これでいいかな。1が出る確率。1が出る確率は何分の1ですか？はい。1が出る確率書いてください、皆さん。はい、ワード2。あ、いいよいいよ。仕事中の人はいいよ。はい。風船ありがとう、アーミン。1が出る確率は6分の1。みんな自分が思ってること書いてね。間違えてもいいから。みんな6分の1で OK。OK。6分の1ってさ、6回サイコロ振ったら1回出るよっていう問題じゃん。で、今度ね、前提が変わります。3連続、3回連続、3回連続、1が出ました。1が出たと。じゃあ、次に1が出る確率は何ですかって話を。要は4連続1が出る確率。これは
これみんな思ってる答え書いて。何分の1。いや、わかんなくてもいいよ。想像で書いてみて。これがすごく重要な。さっきの話を理解できるかどうかな。みんな書いてみて。みんな外れてもいいから書いてみて。4回連続1が出る確率ね。簡単に言うと。4回連続1が出る確率はっていう。はい、こんにちは、ちと。あれ、消えた。4回連続1が出る確率。ああ、24分の1。6分の1。これね、俺も、ちと、1260、その計算式わかんないけど数。俺も、ちとさんと同じ計算してたの。要は、分母の6を4回やるから、6424でしょ24回振って、1が連続出る確率は1だって考えてたんだけど、これ正しくは6分の1なの。これがさっきの計算を理解できるかどうかな。つまり、何回目に振ったとしても6分の1なのよ。確率って。だからサイコロ 6しかないから。あ、大丈夫、大丈夫。あの、ふわっちのトップページが出ちゃっただけ。つまり、何百回目だろうが、何万回目だろうが6分の1。これが機械割り100って意味なのよ。さっきの説明で言うと。え、ソソさ、1296分の1って、数とソソはなんでそういう計算式になったの？それ教えて。だから、数とソソとチトは間違ってて、俺はチト派だったの。前まで。スロットを打つとき。あ、そっか、4回連続だから、だって次に1が出る確率だから4回連続1位が出る確率。ん？あー、俺が頭が悪いな。初期数学が分かってない。え、何？何？何？ 6 分の1かける4？ 違う？なんで4乗するのかが分かんねえな。なんで？4回出る確率だって3回1が出て次に1が出る確率だよ。言ってる意味一緒じゃん。あれー、もうダメだ。俺がバカなのがどんどんバレてくからやめたい。この枠タイムシフト消したーい。え、何？俺がバカなのがどんどんバレてない。これなんで、言ってる意味一緒じゃん。3回連続が1が出て次に1が出る確率だから4回連続1とイコールじゃん、日本語。いや、いや、ちょっと、いや、違う。だから、1296の意味がわかんないんだよ。なんで4をかけたの？それで。それがわかんないんだよ。いや、違う。6分の1を、なんで4、6分の1かける6分の1をしたのかがわかんないの。言い方、ちょっと誰か凸かけて説明してくんない？出た、学校の授業を思い出す。これで何回も授業を止めた記憶が蘇ってきた。どういうこと、どういうこと、どういうこと。誰か凸かけて俺に、バカな俺に説明してくんない？だから、なんで6分の1の4乗をするのかがわかんないの。いや、学校で習ったのを分かってないって話なのよ。4回連続で1が出る確率が、え、じゃあこの24分の1は何なの？何の確率なのこれ。俺がやった計算は。だから、いや、4回、だってこれって4回連続1が出てんじゃん。3回連続1が出て次に1が出るんだから。イコール4、え、何？ 4 回目ってことは4回サイコロ振った時に同じ数が出る確率？イコールじゃないの。だって次に1が出るんだから。ん？いや、これ大事な話してると思うんだけど。いや、誰が、あ、なんで こういう時に凸かかってこないんだろう。意味、本当に意味が分かんないんだけど。だから、なんでかけるのかが分かんないんだって。要は、1が出る確率は6回に1回だけれども、4連続引く可能性は1296回に1回しか引けないってこと？
まだ1回も振ってなくて4回連続出る確率なら合ってる。え、だってこの状況と一緒じゃないの、それは。だったら、俺だったら、この3回に1回の分を引いた段階でその1296から引くんだけど。だからコメントじゃわかんねえっつってんの。だからなんで二乗計算をするのかの説明を欲しいんだよ。言ってる意味わかる？だから証明の方よ。だからなんで乗数で書けんのかわかんないの。確率は積み上がらないってことが言いたい。まあまあそうなんだけど。やめよう。これ俺がバカなのがバレるからやめようぜ。今多分リスナーが引いてるでしょ。あ、こいつバカだって。あ、こいつバカだって。賢いと思ってたらバカだったってことでしょ。やめようやめよう。やめよう。やめようもう。いや、バカなんだよ俺。わかったでしょ今ので。本当にバカなんだよ。いや、いや、多分ね、ここにいるリスナーで賢いと、俺が賢いと思ってたやつが、みんなバカだって気づいたよ。多分。いや、なんだろうね。いや、脳のステータスの振り方がおかしいんだよ、多分。だが、それでいい。いや、違うんだよ、コーク。それが数学めちゃめちゃ俺、頭が良くて天才だったの。数学、いや、これ本当に振りとかじゃなくて、数学はこういうことを先生に突き詰めて、塾の先生とかに聞いて、一回覚えたら絶対間違わない性格なの。だけど、やっぱり、日本語でつまずくの。日本語で書いてあるじゃん。日本語の意味がわからなくて、計算式間違うの。だから96点以下取ったことないのよ、俺。本当に本当に。96点以下取ったことない。だから、脳みそ的に言ったら理数系の人間の。ただ、日本語で書いてあるから、日本語の解釈が絶望的に下手なの、俺。だから、みんなが言ってる日本語の解釈の部分で揉めてるから、日本語で教えてっていう、文字だとわかんないっていう。数学的センスはあるって言われてたよ。だからクラスでトップ、数学の時間だけ、テスト帰ってくるときに、頭いいやつは俺と点数見せ合いっこしてくんの、ライバル心で。わかる？なんかマウンティングあるじゃん、学生時代の。頭いいやつってさ、テスト何点だったってテスト用紙持ってくるじゃん。だけど、国語の時間でも、英語の時間でも、そいつら来ないの、俺のところに。で、クラスのやつらが、返答あって、数学のときだけ俺のところに来んの。クラストップの頭のやつって。で、俺の方が勝ってるとか、そいつが勝ってるとかだとか。だから、数学は多分大丈夫なんだよ、俺。じゃなくて、本当に日本語が絶望的に下手なの。国語ができないの、俺。要は、いつも言ってるアスペルガーの症状で読解能力がないってやつは、普通の人より文字読めない。6に6分の1をかけると何になるのじゃ。6分の1かける6分の1って何の計算式なんだろう。サイコロ6回振って1回当たるっていうのが6分の1でしょ。6分の1に6分の1をなぜかけるのかっていうのがわからないと納得できない、脳みそは。何なんだろう。6分の1か、6分の1の2乗って何の計算式なんだろう。和道さん、6代遡った先祖の数は24人。6代は、2、4、パー、16、32、64。64とこのやつを、64かける2引く1じゃないかな。多分。ちょっと待って。2、4、パー、16、32、64だから、64足すここの5個全部だと思うよ。貧乏かな、わかんない。だって母親が2人いるでしょ。
じいちゃんが4人いるでしょ？ひいじいちゃんが8人いるでしょ？ 3 代目まで8人いるわけだから、先祖は24だから、24だから、6、14人いるんだよ、3代まで。だからこの計算で、パー、24パー、32、64、128。だからこの6代目だけを言うなら128人いるはずだけど。いや、俺数学は好きなんだよ、こういうこと考えるの。ただ先生に嫌がられてた。こうやって授業を止めるから。だから、さっきの質問で言うと、6代遡った6代目の先祖は24パー32、64、128人っていうのが俺の答えかな。大樹さん。6代目だけで言うなら128人って答えるの。ただ、6代目から2代前、1代、なんつうの？ 1 から6までの人数合算するのかしないのかで先生と揉めんの、いつも。言ってる意味わかる？だから計算はできなくないの。言ってる意味わかる。だから俺、×の答えが丸になること多かったりとか、丸だったのが×になるっていうか、全員のテストが×になるとか多かった。いや、日本語的にもおかしいでしょっていう。だね、これね、面白い話でね、トマベチヒデトが言ってたんだけど、言語スリットっていうんだけど、日本語っていうのは、日本語っていうか、言語ってダメなんだよ。そう、トータルなのか前代なのかっていう問題があって、なんで数学が生まれたのかっていう深い話になってくるの、これ。例えば外人とやり取りするときにとか、前提条件が違う相手とするときに、言語だと絶対ズレが起こるの。だからズレを起こさないために、例えば多い水、これを少ないと思うか多いと思うかって語学の問題でしょ。だけど多いと少ないっていうのは解釈なわけよ。この量を1日飲めるっていう人もいれば、こんなの5、6本飲むよっていう人にとって多い少ないって変わるわけよ。酒飲みってそうでしょ。だけど何リッターのコップを何杯が多い、何杯が少ないっていう定義化をしたらさ、ズレが起こらないんだよ。だから数学が生まれたの。川の幅、水の勢いの量とか。だからこれを突き詰めていったのが科学の世界なわけですよ。物理学とか。わかる？言ってる意味。だから俺はその化学計算式の方は別に苦手な方、別にあれだよ、中学校しか出てないからあれなんだけど、潜在的には多分得意なの、計算をする方は。だけどその相手が求めているのを言語で言われちゃうとわからないよっていうので、いつもつまずくの。まあその話とパチンコの確率の話は全然違うんだけど。あ、KR さんいらっしゃい。あ、ちょっと元気ないかな。ちょっと元気ない。フォローありがとう。でも、あれだね、パチンコ打つ人意外とやっぱできてるんだなっていうか、意外と俺より賢だったっていうのにびっくりしたね。まあ、じゃないと勝てないわな。言われてみりゃそうだわ。でもね、なんかね、ランハゲさんの確率は収束するの使い方を聞いてる限りだと、俺はランハゲさん多分間違ってると思うんだよね。ランハゲさんのジャグラー理論聞いてて、俺と同じ考え方してるような気がした。多分ランハゲさん確率分かってないと思う。多分ね。はい、ワード2。バガーありがとう。ランダムの計算はほら、アルゴリズムで乱数使うっていう話だ。だから暗号とかそういうものでしょ。と一緒だと思うよ。あ、ありがとう、KR さん。それがさ、プログラマーと会話した時に面白くて、そのプログラマーめちゃめちゃコミュ障だったけど、めちゃめちゃすごいプログラムを書くのよ。
でもハギルって日本語だと何言ってるか分かんないんだけど、そいつが言ってたコンピューター言語の話が面白くて、 C 言語でも何でもいいんだけど、理解すると他の言語が分かるようになるって言ってた。方言みたいなもんなんだって言って、それは多分その人独特の勘なんだけど、言語をバンバン覚えていくのよ。で、一個の言語を理解するようになると他の言語が分かるようになるって、その数学的言語って意味なんだけど、面白いよな。で、それさ、そのパートナーだったさ、そのプログラマーっていうのはさ、あの薬品製薬会社の製薬のプログラムを書く人だったの。なんだなんだ、桜花火ありがとう。あのなんかそのプログラマーの中でもレベルがあるんだって。そのウェブのコードを書く、あーありがとうね桜花火。あのウェブのコードを書くプログラムはプログラムなんだけど、その重要度っていうのがあるんだって。例えばさ、ホームページのさ、プログラムの書き間違いとかがあったとしても、別にサーバー止めて書き直しちゃいいだけじゃん、バグが出たら。でも製薬会社とかのレベルだとそいつが言うにはミスが許されないんだって。なんでかっていうと、薬の調合を間違えただけでバイオハザードが起こるんだって、工場の中で。言ってる意味わかる？で、バイオハザードが起こるだけじゃなくて、間違った薬品ができちゃうから、ちょっとのズレだけで、そのミスが起こったら、要は薬飲む人が不具合が起こるわけじゃん。もうテロが起こっちゃうんだよ。そう、だからそのレベルが高いんだって。そう、同じプログラマーでも、いや言われたらそうじゃん。機械でこうやって薬の分量を調合するんだけど下剤だと思ってたらさ、あの全然違う、胃が溶けちゃう薬とかになっちゃうから。そうそうそう、だからもう本当になんつうの、ミスが許されない世界で、もうバックアップ体制がとんでもないんだって。いや言われてみりゃそうじゃん、製薬会社のレベルって。まあ銀行とかもそうだよね。例えばそのちょっとずれちゃうやつでも、膨大な金融とかの、そう言ってた、銀行もやばいって。銀行と、そう、脱法ハーフが勝手に作られちゃうわけだから。そうだから、その給料が高いレベルなのよ。だからはっきり言って、そのそいつ独立するって言ってサラリーマン辞めて俺と組んでくれたんだけど、ウェブ関係とかアプリ開発なんかお茶の子さいさいなんだって、もうそのレベルになると。なんでかっていうと、その言語を作るっていうかさ、その言語を完全に理解してないといけないレベルだから。だからそいつの話とか面白かったよ。ただコミュ障な、コミュ障っていうよりも日本語で会話ができないのそれがすごい面白かったね。だからそいつがよく言ってたのが、もうヘッドホンして完全な無音状態にしないとコードが書けないって言ってた。あの集中力が半端じゃないから、普通の人と違うから。だからちょっとでも話し声とかちょっとでも雑音が聞こえると、もう頭の中の緻密なコードが崩れるんだって。だから静かな部屋用意してくれってよく言われてた。ここじゃコード書けないって。頭いいんだろうね、抜群に頭いいんだろうね。だから面白かったよ。そのこれ作ってって言うと次の日にもう出来上がんの。例えばなんだけど、その時はニコ生とか知らないけど、例えば自動でこういうことやってって無理難題を突きつけるっつうんじゃん、もうすぐできるの。そう、ただそいつに言われたのが面白くて、ちょっとでもここ変えてっていうことがあると無理ですっていうの、そいつは。なんでかっていうと、プログラムっていうのはあなたが言った要望に対して作るのがプログラムだから、それ用に作ってると。で、拡張性があるように作ってくれって言われたら、後から追加する仕様で作れるんだけど、拡張性がない、要はね、応用力がないのよ。だからもう事前に最初から想定しないといけないの。後からこういう機能を追加した時にこういうことができるようにしといてくれって言ったら、その通りに作れるの。だけど一番最初に書いてもらったプログラムっていうのができて、これここにこう変更してって言ったら、作り直しですって言われて怒られた。面白いよね。あ、そりゃそうだわって。そいつの言い分を聞いて初めて分かったね。拡張性っていうものが何なのかっていう。
でも完璧に仕上げてくる人だったね。うん、仕様変更はいやらしいよね、プログラマーからすると。ふざけんなって話になる。でまさにその確率とかを極めてる人じゃん、プログラマーっていうのは。何の仕事行くんでた？千葉スタイルの後のプログラム開発で組んでた。要はもうウェブが勝つっていうか、ウェブは金になるっていうのが分かってて、どんなもんでもウェブに変わるわけだから、もう簡単に言ったら金のなる気だっていうの分かってたから。でもそのプログラマーっていうのは人とのつながりがなかったり、ビジネスマンとのつながりがないから仕事を取ってくることはできなかったの。要はめちゃめちゃ財産になって金のなる気の状態だったんだけど、その価値っていうのを自分で把握できてなかったの。だから俺が仕事取ってきたらどんなことができるって言ったら何でもできますって言ったから、じゃあ例えば中小企業とかにさ、なんだろう、自社のそのサイトでその何かが必要だとか、いろんなアイデアを持ってる人がいるんだけど、その叶え方を知らないわけよ。おじいちゃんの中小企業の人とか。だからそれ受け負う仕事にしようっていう。うん、そう。プログラムに特化した人だったね。だからサイトのデザインとかクソなの。もう本当に側だけ。そう。見た目とかクソなの。だから、その、なんつうの、デザインとかも、そう、面白い。ビジネス面白かった、その頃。だからデザイナーはデザイナーで外注に頼んだりとかしてたね。でもそういう人間の方が、何でもできる人間よりも何か一個しかできない人間と組んだ方が面白いとは俺は考えてた、ビジネスやってた頃。だからアイディアはそいつ自身にはないのよ。世の中こう変えたいとかはないの。ただ何でもできるの。言われたことは。どんなことでもできるの。だから最終的には俺はその人と、そのパズドラとかさ、ああいうなんつうのゲーム作りたいなと思って組んでたんだけど、種線作るためにその下請けでその OEM の開発とかやろうっつってで組んでた。でもぶっこ抜かれちゃったんだけどね。友達に抜かれちゃった、優秀なやつに。めちゃめちゃ俺より賢いあのビジネスマンがいて、同級生に、そいつにヘッドハンティングされちゃった。多分今そいつと組んでるはずなんだけど、面白かったね。まあでも優秀な人間は優秀な人間と組んだ方がいいからね。だから例えばなんだけど、国防総省とかさ、あのなんつうの、自衛隊のホームページとかのデータのハッキングとかできるって聞いたの。やるかやらないかじゃなくて、できるっつったら余裕ですっていう答えですよ。要はハッカーとしてもプログラム書けるってことはさ、ハッキングができるわけじゃん。クラックもできるわけよ。だからどんなことでもできますよって。ただできるけれどもやりませんって言ってた捕まるから。あ、タバコ吸う人多いのかな、わかんない。うん。みんなって言われてもわかんないかな。俺は吸うよ、かなり。だから、日本の、その、なんとか賞とかも、ガバガバなんだって。うん。あの、よくこの仕様で、このレベルでやってるなっていうのとかいっぱいあるんだって。だから国がそういう人間ヘッドハンティングすればいいのにね。いや、分かってる分かってる。LINE で言わなくていい。違うんだよ。今 LINE でサイコロの確率悔しかったのか。いや、こうだよって LINE で来たんだけど。違う違う。今聞いてるかな？違うの。それは分かってるの。違うんだよ。違うの。あのね、これ難しいんだよ。違うんだよ。俺が言ってんのは、要はね、証明をしてくれって言ってんの。それは分かってるの。ただ今言ったのと一緒でしょ。これね、難しいんだよ。自分の頭の中を人に伝えるって本当難しいんだよね。
いや、分かってるの、それは。いや、分かってる。ありがたいよね。こうやって書いてくれてる。サイコロの公式を書いてくれてるって。これは分かってるのよ。ただ、俺が今言ったことと、さっきの公式は日本語的にイコールじゃないのっていうことを言ってんだけど。いつも作業しながら雑談聞くんですけど、ワドさんの話って作業しながら聞けないから困った。違うんだよ。俺はトリックなんだよ、これ。これは配信者としてトリックを使ってるのよ。でも楽しいでしょ。作業させねえよっていう。なんでかっていうと、これね、面白いんだけど、少しでもコメントを書いてもらうように、少しでもみんなから時間を奪うようにっていうのを計算しながらやってるの。もちろん邪魔をするだけじゃなくて、エンジンがかかる序盤の段階って、放送の序盤段階ってコメントが少ないから、序盤の段階にこういうことやるの。で、逆に言ったらトークが乗っかってきたらみんな参加してって言わなくて済むの。人が集まってくるから勝手に参加者が増えるから。だからいつも言ってるんだけど、コメントがかそった時とか、序盤の時はコメントを温めてよってお願いしてんの。じゃないと俺が乗ってこないから。ありがとう。桜花火ありがとう。逆にみんな楽しんでいいんだけど、本当に楽しくてながら作業で聞けるようにするためには、俺もエンジン温めないといけないから、そう、難しいんだよ。これは放送のテクニック。サイコロの確率は毎回リセットされる。違うの。一回振るときに6分の1っていうのは分かるんだよ。分かるの。小学生でも分かることだ。だけれども、3回連続で出てるっていう前提があるわけだから、要はね、言語スリットなんだよ、結局。言語スリット。要は、多分なんだけど、俺が、数学に特化した人だとこれわかるって言ってくれるし、実際、その話が通用するんだよ。で、これ何なのかっていうと、そのね、東大に行った後輩に説明されて、すごい頭がいいって言われたの。で、東大入れるよって言われたんだけど、これ何なのかっていうと、なんで和道さん人から理解されないのか教えてあげますよって。あなたが言ってるのって全部公式の解、要は、1たす1はなぜ2になるのかっていう話をずっとしてるんですよって言われた。普通の人は1たす1は2になるんだよって覚えたら、それを記憶してるんですって。でも和道さんがいつも質問してることっていうのは、1っていうのが何なのか、で1と1が足されたらなぜ2になるのか、2とは何なのかみたいな話を永遠としてるから、普通の人はこの意味がわからないから、何言ってんだこのバカって言われるんですよってなっちゃうんですよって言われた。そう、質問がその着眼点が違いすぎるって言われた。わかる。3回1が出てるっていう前提と0から1が出る確率は別だから、そうだから1294が俺の頭の中では勝手に、その梅さんが言ったことを勝手に言って1294の確率が出てくるのはおかしいでしょって話になるのよ。なんでそれが出たのって話になるの。わかる。だから0スタートの時点で1を4回出せっていう話だったら1294の確率の解が出てくるのはわかるのよ。でももうすでに俺は3回確率が出て1、次1が出る確率はっていう問題定義をしてるわけだから、間違いだってわかるでしょ。だからそれを瞬間的に勘で答えちゃうの俺は。そう、言葉のあやなんだけど、そう、ここまで話してやっと俺が瞬間的に言った疑問が伝わるわけじゃん、やっと。違うんだよ。だから簡単に言うと、数と素素が間違ってるっていうことは永遠と説明してるんだよ俺。言ってる意味わかる？1回目で連続4を出してくださいって言った時に出てくる解が1294分の1だったら俺は納得してるってことよ。だけどもう3が出てる状態でさらに複雑な答えが出せるっていうのがあんの俺だったら。それはさっきポロッと説明したんだけれども、3回連続出した公式をさらに出しておいて、そっから割ってやっていった。要はね、モンティーホール問題に近いんだよ、これって。モンティーホール問題に近い解が出てくると思うの。数学者を超えたレベルの解っていうのが絶対あるはずなの。わかる？モンティーホール問題わかる？みんな。だから、多分ね、モンティーホール問題と一緒で、3のもう1が連続で出てる状態だっていうのが出てるはずだから。おはよう、ビリーさん。でもね、この話をね、ここでするべきではないと思う。
言葉で難しいというよりも言葉が不完全なツールだっていう話だね。だけど言葉を使って仕事をしないといけないっていう。要はね、解釈の幅があるっていう時点で言語っていうのが不完全なんだよ。俺が話した内容で捉え方が変わるっていうのは不完全なの、俺の中では。それが面白いんだけど、言語の。だからその不完全さを言葉で埋めないといけないっていうのが俺の仕事なんだよね。華僑のギャンブルみたいな話、わかんない、華僑のギャンブルが。でもね、ユダヤ人のあのタルムードだっけ、タムルードだっけ、あれとかの公平の分配率とかそういうのはすげえ面白かったよ。あの一枚の布を争う話なんだけど、あのユダヤ人がなんで金融強いのかとかよくわかる問題がある。なんつったっけな、それ話したことあったっけ。あのユダヤ人の教えの中に公平さ、日本人が思う公平と平等っていう概念とユダヤ人が思う公平と平等の概念って全然違くて、その話する、次。なんつったっけな、ちょっと待って、ちょっと待って、一回俺も頭の中リセットしないといけないか。なんつったっけな、あれ、タルムード、ミシュナ分配だ。ミシュナ分配と、ミシュナ分配のゲーム理論にすごく近いんだけど、ちょっと待ってね、今出すから、ちょっと待ってね、ミシュナ分配を説明しよう。ミシュナ分配、ちょっと待ってね、ミシュナ分配出てこないな。3回の思考では3回の思考では大きく感じるけど1万回繰り返すと6分の1に近づく。3回の思考では大きく感じるけど、何言ってんの。いや違うよ、その捉え方が間違ってるんだよルシーっていう話をずっとやってたんだよ。3回やると大きな隔たりがあるけど確率は収束するって話だけど、多分ねルシは確率の収束間違えて捉えてるよ。それがさっきの一番最初のパチンコの話。要はあの100に近づくっていうのは負けてる段階だと勝つって考えてるでしょ。違うよ、負けてる段階でも確率は6分の1がずっと続くから、分母が上がっていくから割り算をすると機械割りが 98% とかに近づいていくって話。多分ルシュは俺の話を理解してない。だから負けは負けたままで続くっていうのがスロットの問題だよ、さっきの。多分一番最初の状態見てないね。ちょっと待って、ミシュナ分配の話に行きたいけど、破産問題、パラドックス、パラドックス、あのね、例えばね、俺はね、疑似パラドックスの問題とか大好きなの。あのみんなが面白いっていう疑似パラドックスの問題とかあるよ。 OK、 ちょっと待って、ミシュナ分配やるね。じゃあそれでユダヤ人が頭がいいっていう問題やろうか。ちょっと待ってね、ミシュナ分配、ミシュナ分配、ミシュナ分配は、オッケー、じゃあオッケー、いくよいくよ、みんな問題出すよ。皆さんは布屋さんです。布を売ってます。この1枚の布をディスプレイしてます。在庫ありません。でこの1枚の布を展示してるんですよ。はい、これ買いたい人いたらいいですよって。で、2人の買いたい人が同時に言い争いをしてるんです、店の前で。この布は1枚限りです。
で、一人はこれを1枚丸々欲しいって言ってんの。一人の A さんは。で、B さんっていうのは、この布を半分に切って半分の状態を欲しいって言ってんの。この時に、ね、この人たちが半分欲しいって言ってんのと1枚丸々欲しいって言ってんのは同じ、そのなんていうのかな、それぞれがそれぞれ日本語って難しいな、それを求めてる権利がある状態だとします。で、皆さんはこれを公平に分け与えるときにどうやって公平に分け与えますか。はい、これがミショナ分配っていうか、その平等とは何かっていう考え方の、言ってる意味分かった？皆さん布屋さん、この1枚在庫抱えてます。で、これは世の中に一点物でこれしか存在しません。これを丸々欲しいって言ってる人と、これを半分だけ切って半分だけ欲しいって言ってる人がいます。皆さんだったらどうしますか？公平に、争いが起こらないように公平に分け与えるためには、これがユダヤ人の思考ね。これをどうやって答えを出すかっていう、これすらも宗教で教えてんのがユダヤ人なの。これをミシュナ分配って言うんだけど、ミシュナ分配計算しないで、検索しないで、みんなが答え出していって、自分なりの考え方で。自分なりの考え方で。うん。ググって答え出したら意味ないから、思考問題にならないから。半分に折りたたんでどうすんの？半分に折りたたんでも納得しないよ。丸々1枚買う方に売る。それが平等だと思うの。あなたが利益が高いからでしょ。イチローさんが 75% それぞれ半分にするのが平等でしょ。これが日本人的考え方。アムアムちゃんが言ってるのは、お互い欲しいって言ってるんだから平等にしましょうっていうのが公平だっていうのが、これ日本人かな。俺はこれ間違ってるしかないの。間違ってると思ってるの。で、ビリーは多分もう検索しちゃったの。自分の頭で考えてないから答えが出ないの。なぜこれが公平だっていう論理が入ってないの。だから説明できないってことは公平にならない。もしビリーがなぜ4分の3と4分の1、要はイチローさんの 75% と 25%、 検索して答えばっかりも求めてるから頭の中で計算ができないの。だから応用が効かないの。次の別の問題が起こった時同じ回にならない。悪い台を打ち続けたら理論上は勝つことになるってどういうこと？悪い台を打ったら悪い結果になる確率が高いってこと？え、じゃあビリー検索しないの、悪かった。じゃあなんで4分の3と4分の1に分けたの？ここがでかい。なぜ4分の1と4分の3に分けた理由？1枚欲しい人に半分、半分欲しい人に、1枚欲しい人。ああ、なるほど。面白いね。精神的平等っていうよりも、これこのユダヤ人の会がすごかったの。天才的だったの、うん、全部欲しい人に売って、その人に半分欲しい人に売ってもらう。そしたらさ、ラニさんさ、その人は1枚欲しかった人は自分の目的達成してないから、俺だったら1枚欲しいって言ってた人が精神的損をする、うん、あーすごいね。足りない部分が平等ね。ビリーさんはユダヤ人のミシュナ分配の考え方と一緒。要はね、ユダヤ人が何を考えたかっていうと、損をする確率を平等にしたの。足りない部分が平等っていうのは合ってる。ミシュナ分配だと3分の4、4分の1で分け与えるの。これ何かっていうと、A さんは全部欲しい。B さんには何も与えないって言ってるのとイコールでしょ。で、半分欲しいって言ってる B さんは、半分は与えていいよって言ってるの。だからまず、半分与えちゃうのよ。まず前提で B さんは半分与えて良いっていう前提条件だから、半分与えちゃうの。で、残りの半分を半分にすると、平等に損失してるの分かる？ A さんと B さんが損をしてるのは平等だって考えるの。面白いでしょ？だから争いが起こらない。要は損失の数を平等にしたってこと。要はビリーが言ったその足りない部分が平等になるでしょって言ったのはユダヤ人的思考なの。
言葉にできないって難しいよね。そうそう、わかるわかる。うんとね、日本人は欲望の方で平等にするのかとか、要は功利主義って言ってお金を持ってる人、要は1枚売れた方がいいわけじゃん。でもユダヤ人っていうのは1枚売れる数っていうのは限られてるわけだから、多い方に売るんじゃなくて結果としてどっちも売るわけよ。でも A さんと B さんから恨まれたら買い物を次来づらくなる、要は B さんの方が買いに来なくなるっていうのを理解してるから、2人に平等に損益を与えてくれた、2人とも平等に扱ってくれたっていうことで次の商売が成り立つっていうことまで計算してるの。わかる？難しい話っていうか、俺感動するんだけどな、こういうの。1枚と 0.5 枚半分にした。これを太古の人がずっとやってて、これ破産問題っていうやつの応用編なんだけど、これミシュナ分配って言うんだけど、この100万円の遺産を残して1人の人が亡くなった。で、相続人が3人いたと。で、負債があって、100万、200万、300万の負債。要は、A さんは借りてたと。これをどう分けるか、3等分しなさいって言ったらさ、日本的にだと33万3333円を3人に割るっていうのが日本の法律なの。わかる？だけど、それを平等にやるタルムード分配っていうのは、こういう計算式になりますよっていうのがあるのよ。だから、そう、布の一つ、布が一番分かりやすかったら布で例えてるんだけど、それをこのレベルの公式でやってんの。遺産と負債の関係とかを。それを本能でやってる宗教が、宗教って頭悪くないよっていうのはこういうことなのよ。だから、会話が必然的にこうなりますよっていうのを直感的にやってるっていうのかな。すごいでしょ。すごくない？これ。わかる？その一個の説明を直感でやるレベルじゃなくて、ここまで公式でやるゲーム理論と同じレベルで彼ら宗教っていうのはロジックを作ってたの。すごくない？だから必然的にこの金額になりますよっていうのを、なんつうの、倫理観と数学はだからツールで使ってたんだよね、彼らっていうのは。そうだけど、日本語で言うならビリーさんの論理と一緒、要は損失額を同じにしましょうっていうのが平等っていう概念だっていうことな。いや、だって数学とかって宗教家とかがもともと編み出したものだから。神の証明、神様はいるのかいないのかっていうのを突き詰めていったらビッグバンまでたどり着いたわけだから。だから面白いんだよ。すごい損をしてるんじゃないの。損をしてる額が平等になったの。ラニさん、負債を比例分配するだけじゃないの、はい、ワード2、風船ありがとう。丸々1枚使う用途があって購入したいんだから納得はしないんだけどな。ねえ、レイさん、だから半分の方も、4分の1。要は半分の人も手に入れたい半分しか手に入ってないんだよ。だから一緒なんだって。両方とも損失が一緒なの。だって半分欲しいって言ってた B さんの方も、半分欲しいって言ってた人も手に入ったのは4分の1じゃん。わかる？わかる？欲しい量に対して損失の割合が平等ってこと。そうそう、そういうこと、そういうこと。だからビリーさんが言った足りない分が平等になったっていうのと一緒の答えを出した。つまり、これ食料の問題とかでもそうなんだけど、国によって分母が違うわけですよ。国民の数が違うわけ。そうじゃなくて、その部分を国の食料、世界に食料がこれだけあります。国に平等に分けなさいって言っていう、これ正解ってわけじゃないよ。ユダヤ人はこう考えたって話だからね。ユダヤ人が正しいってわけじゃないのよ。そこを誤解しないでほしいの。ユダヤ人がこう考える、この公式を編み出したのが素晴らしいよねって言ってるの。わかる？そう、日本人ならお客さん、
ごめんなさい、二人とも買わないでくださいって言ったりとか、多い方に売ったりとか、半分に切って半分ずつ渡すっていう発想をするのよ。わかる。だけど、その、ユダヤ人って、その、すごく、なんつうんだろう。面白いんだ。どっちも4分の1ずつ不足するから平等ではないの。もっと深いの。最初の段階で B さんは半分欲しいって言ったってことは半分与えていいって考えるの。だからそれを前提に渡してるの。で、残った布に対して欲しいものに対して足りない部分を補填して割ったっていうところがミソなの、ここは。最初に A さんに半分渡しちゃってんの。そう、2人とも足りなくなるから平等なの。面白いよな。で、多分なんだけど仏教だったらなんて答えるかっていうと、こんな布燃やせっていうの。仏教の場合、ブッダだったらどう考えるかっていうと、この布なんて捨ててしまえっていうの。争いが起こる種は布だっていうの。面白いでしょ。こんな布があるから欲が走るんだ、布なんで捨てちまえって。これが仏教の答えの、布自体を、要は欲自体をなくそうって考える。いや、仏教の答えはそうだよ。欲望自体が悪いから布を燃やすか、あなた方二人になぜ欲しいのか、それは欲ですよ、だからあなたは苦しんでるんですよって説くのがブッダだから。だから仏教は物を所有しないって考える。そう、利益の平等は不可能だっていう前提に立たされた時、損失の平等を取るっていう。そうだよ、手に入ったもので言ったら B さんは少ないんだよ。でも手に入れたいっていう欲望を数値化して割ったっていうところがすごい。要はね、これ布だからあれだけど、ピザで考えたらいいよ。ピザ、例えばピザが1枚ありますね、丸々1枚全部1人で食べたいって言ってるやつと、俺半分、お腹いっぱい半分だとお腹いっぱいになるからって言った時、みんながどう分けるかよ。ピザ1枚焼けたよって言って、俺全部食べたいって言ってる人と、半分だけ全部食べたいって言ってる人がいると、その時にピザをどうやって分けるのかって話。多分日本人だったら、その半分に分けて半分ずつ平等って答えると思う。ピザの方が分かりやすかったのよ、食い物の方が欲が入ってるし。そうで、ユダヤ人は4分の1のピザを与えるのと4分の3与えるっていうことね。これがミシュラン分配。ピザの方がいいな、今度からピザでやろう。ピザの方が納得できるね。で、別にユダヤ人が正解だって言ってるんじゃなくて、ここが誤解されやすいところの、俺のここをみんな分かってほしいんだけど、ユダヤ人が偉いとか言ってないの、ユダヤ人がすごいとも言ってないの。俺はユダヤ人のこの発想力が金融強くなるよねって言ってるの。ここを誤解されやすいのよ、俺は。こうやって話してると、ユダヤ人こそ天才だ、ユダヤ人の考え方をみんなにすべきだって言ってるように聞こえちゃうのが俺の損なところ。俺は別にユダヤ人の考え方をみんなが採用すべきって言ってないのよ。こういう考え方があるのに感動するっていうタイプなんだよっていうこと。そう。別に俺はユダヤ人のやり方しないから。わかる。ここがね、俺のね、ややこしいところなのよ、性格として。あ、和道ってユダヤ人の考え方信仰してるんだって思われちゃう。はい、こんにちは、みんな。だから持論ではないってことね。俺は簡単。俺の答えは簡単。俺は全部ピザ持って走って逃げるから。俺のものっつって走って逃げるから。そう、通貨を始めた人たちだよ。だから公平とは何なのか、正義は何なのかっていう解釈の捉え方だよ。
だから結論から言うと答えはないんだけど、考え方が面白いよねっていう話。これね、その意見の対立が起こった時の俺のこの話の中で俺を理解するエッセンスっていっぱいあるの。何を言ってもいいですよ、俺も何かを言いますよ、ただブロックはしないっていうのと、なんていうのかな、そうね、喧嘩凸の原理とすごく似てるんだよ。ベニスの商人そう、着眼点の違いが面白いよねって。いろんな意見があってもいいけど、その持論を持てとか、なんかね、いろいろつながるところがあるんだよな、こういうところに。欲しい量に対してだと A さんは 75% 手に入れて B さんは 50% を手にしてるけど、損失の具合は半々になってるっていう矛盾が生まれてるのが面白いじゃん。そう、俺はそこが面白いと思う。そう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 、手に入れたい量に対してはそう B さんが損してるように見える。まあ実際 B さんは損してるんだけど、欲しい量に対しては。はい、こんにちは。でもその最先端の科学でゲーム理論とかいろいろあるんだけど、ゲーム理論で出した回と、ユダヤ人が出した回は一緒だったのも面白い。要はね、すっごくなんつうんだろう、いい意味でっていうか変な意味で合理的なんだよ、ユダヤ人って。すごく合理的なんだよね。だからそのなんつうの、頭のいい宗教なんだよユダヤ教って。だから迫害されるっていう、それはすごくわかる。要はあの公式を理解するまで時間がかかるから、要はユダヤ教を信仰してない人からするととんでもない答えみたいに思うんだよ、不平等に感じちゃう。だから迫害されるんだなって。でもやっぱりユダヤ人賢いなと思うよ。なんか人口の数がこれだけ少ないのにノーベル賞を取ってるのが 70% っていうのはよくわかる。優しい人が損してるってどういうこと？優しい人が損してるってどういうこと？誰がどう優しいのかがわかんない。その前提がわかんないよ。こんにちは。ヒトラーは恐れたんですよねっていうのが面白いところなんで、ヒトラーは実はユダヤ人家系なんだよっていうかヒトラーはドイツ人ですらないっていう、それが面白い、歴史の面白いところ。さあヒトラーは何を本当はやりたかったんでしょうっていう、ね、気持ちでいくらか最初にあげちゃう。ね、もう解釈が全然間違ってる。違う、もうあげちゃうんじゃないの。要はね、重要な第三者がいないの。要はさっきの問題の、そう、オーストリア人だ。前提が違う。あなたが、布屋さんだから。いや、あげたわけじゃないの。あなたが平等だって言って配った。ああ、胃が痛くなってきた。胃が痛くなってきた。もう、それは、デンジャラス・ジョーダンさんはとんでも。デンジャラス・ジョーダンさんはピザを焼いてピザを配る側の人なの。で、A さん、B さんに対して自分は食べなくてピザを配るにはどうするかって話だから。あげたのは、デンジャラス・ジョーダンさんだから。胃が痛い。 B さんの所有物やそもそもないっていう話で、ミシュナ分配だね。ミシュナ分配。ミシュナ分配ね。でもね、そのタルムードだっけ、タムルードだっけ、
そのユダヤ人の奥義なんだけど、要はこういうことがブワーって子供の頃からもう生まれた時から教わってんのよ。年齢足動産ぜひ読んでみて。ミシュナ分配で。で、こういうことをその子供の頃から教えられてるわけじゃん。勝てるわけないよね、金融で。それって何ですか？タイムシフト見てください。はい、ワドツ。もうそれを1時間説明し終わった後でもう放送、この話題が終わるところでそれって何ですかって言われても、それは僕が説明する義理はありません。途中から来た人が悪い。バガープレゼントありがとう。今話が終わったところね。はい、ワード2。バガーあり、風船ありがとう。ケンタンメンもバガーありがとう。要は株とかをどうやって、会社を分配するときに、会社が解散するときに、株主に対してどうやって利益を分散させるかとかに役立つと思うけどね。あ、全部見たの？のんちゃんね、元気かね。のんちゃん元気だといいけど。いや、面白かったね。聞いてくれてありがとう。こちらこそ。ビリーさんありがとうね。でも、ググらないでそれを直感で出したっていうことはすごいね。金融強いんだろうね、多分。世の中には面白い人がいっぱいいるよ。頭のいい人もいっぱいいるよね。こういう話面白いよね。のんちゃん別れたよ。いないでしょ、最近。そうそう、ベーシックインカムとかさ、政治のこととかいろいろ勉強してるんだけどね、だんだん分かってきたよ、俺。だんだん分かってきた。もうこの国は終わりだっていうのがよく分かってきた。アメリカも終わりだね。アメリカと日本共倒れするね、このままだったら。どうすればいいんだろうな。でね、堀江さんが言ってるベーシックインカムは全部配布すべきっていう、そのコストが上がるっていう論理とかもだんだん分かってきたんだよね。和同ベーシックインカムが改良するときに来たのかもしれない。で、堀江もんが言ってたのと自分が出した答えが一緒だったのにびっくりした。要は働かなくていい時代が来るっていうのは全く同意見だった。で、堀江さんがやろうとしてる案っていうのと解が違かったんだけど、俺と小川さんは所得が低い人にだけ分配をすべきだって考えたのね。だけど堀江もんは全員に配るべきだって考えた。だからまさにそうだよな。国から税金を徴収してそれをどうやって国民に分け与えるのかっていう問題だって考えた時に面白いよね。確かにね、ホリエモンが言ってる理論とか、ひろゆきさんが言ってる理論を採用した方が、コストは下がるんだよね。だから経営者的な発想してるなと思って。戦争はね、実はだからね、行き詰まった時に戦争を起こすのは本能だっていう、戦争って何なのかっていうのも俺だんだん分かってきたよ。人間の本能なんだよ。
要はね、人を殺したくてやってるわけじゃなくて、その国の体制を守るためにやってるんだっていう、国が維持できなくなるから頭のいい人が仕掛けてるんだっていうのがよく分かってきた。要は本能の中に組み込まれてるね、戦争は確実に。だからその戦争を起こす本能をどうやって抑えるかっていうところじゃん。それがスポーツだったりとかさ、闘争本能とどうやって向き合っていくのかっていう。だけどまあ先進国行き詰まってるよな、本当にな。要は資本主義の限界が来てるんだと思うんだよね。でね、俺ね、びっくりしてたのがね、ちょっとね、俺アホだったのがね、マイケル・サンデルの理論とトマ・ピケティの理論がね、ちょっとね、頭の中でごっちゃになってる部分があったの。なんか最近本読んでないからダメだなと思ったんだけどね、トマ・ピケティ、トマ・ピケティって言ってるけど、実はね、マイケル・サンデルの理論もちょっと入っちゃってて、そこはね、訂正しないとなと思ってたんだよね。ピケティそんなこと言ってねえや、みたいな。それマイケル・サンデルだったわ、みたいな。知識詰め込むのはいいけど、勝手に解釈してた悪い節があるなと思って反省してるんだよ。はいはいはい。まあチェスとか将棋とかね、まあ戦争に使われる原理だからね。そう、ピケティの話に戦争を出してたから、それマイケル・サンデルの理論だわと思って、そう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 、そこ頭の中でごっちゃになってたんだよね。そう、後から気づいた。あれって、俺ピケティが言ってないことを言ってるな、ピケティの話で、これマイケル・サンデルじゃんと思って、いや突っ込んでよ、ピケティはそんなこと言ってねえよって突っ込んでくれないとさ、俺も間違えるからさ。間違ってる時は認めるからすぐ。ごめんって、それマイケル・サンデルだわって言うよ。でも生放送でこういう話ができるっていうのが嬉しいよな。なんかいいやつって言うけど、俺は別になんかいい人ぶってるつもりもないし、なんつうんだろう、なんつうんだろう、俺がいい人に見えるか悪い人に見えるか、なんつうの、俺の問題じゃなくてジョーダンさんの問題だから、俺は別に普通にありのままいるだけだよ。あとなんかその矛盾を嫌うじゃん、ネット民って。人間とか社会とかは矛盾してるっていう前提なの。なんかその未来と過去を言ってることがずれるのが人間だっていう前提条件があるから、なんかそのそれを嫌う人が多いよね、ネット民って。矛盾してて当たり前だっていう考え方ないよね。これはなんか人間が矛盾してて当たり前だと思ってるけど。あ、ミッション分配理解した？ OK, OK。ベーシックインカムの話も、池田信夫って人が誰だか分かんないわ、俺。自分で考えたよ。だやっぱね、財源の問題だよね。財源。財源と消費税と所得税と、あと、俺はね、相続税に対してなんだけど、日本で実は3代またぐと、あの相続税っていうのがゼロ、あ、相続がゼロになるっていう方式を採用してるんだけど、俺は1台でそれをやれよっていう考え方なのね。なんかね、その辺って難しいよ、やっぱり。ちょっとドリンク作ってくる。
袋ないかな。はい、ただいまー。いや、何かさ、政治的なものとか、その目的を達成した時に誰が言い出したかが問題じゃなくて、結果的には俺は実行できた人が正しいと思ってるの。だからアドバイザーでバックにそういう理論を書く人がいてもいいけど、結局机上の空論になってしまったら意味がないと思ってるのね。風船ありがとう。
まあ、別にその堀江さんが言ってるのをパクってるとかいう問題じゃなくて、実行力のある人が実行できるっていうか、それが政治そのものだと思ってるけどね。机上の空論じゃ飯が食えないっていうか、誰も幸せにしないっていう。マルクスの、まあ、マルキシズムがまさにそうでしょ。はい、ワドツー、いらっしゃい。はい、ワドツー。のんちゃん戻ってきたも何も別れたよ。はい、亀尾さんワドツー。めちゃくちゃ実行力あるっつうか、実行することにしかコミットしてないかんね、堀江さんは。いや、いつも言ってるけどさ、その台本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 うるさい。配信者に台本なんかないから。じゃあみんなが思ってる台本と、その台本って言葉が良くない。ああ、いい言葉だね。したい人は全員。てか、したい人なんか全人類一緒なんだよ。金持ちになりたいとかさ、幸せになりたいなんか、人間の本能とか全員一緒なんだよ。で、やる人は100分の1で、続ける人は100、ね、1万人に1人だって話でしょ。すごくいいことだね。続けることだよね。そう。やりたいことやるべきだよ。いいセミナーに金払ったね。あ、いやね、最近あれは結構マジで考えたんだけど、もうこういう時代が来たんだよっていうことを知らしめるために、やりたいことを困ったらもうツイッターに上げて募集しようと思ったので、何をやったかっていうと、まずお腹が減ったなと思ったの。お腹が減った時に舞茸の天ぷらが食べたいなと思ったんですよ、僕は。だから書いたの。女性限定の募集。舞茸の天ぷらを作りたい人いませんか？ 1 時間以内に作りたい方。食後の洗い物も好きな方だといい。要は俺が、舞茸の天ぷらを作りたい人と、舞茸の天ぷらを食べたい人がいたら、両方とも幸せなのよ。幸せと幸せがつながるから、じゃあ手を挙げようと思ったの。で、今度舞茸の天ぷらが食べたいなと思った後、鳥の餌をバーってこぼしちゃったの、俺、ベッドの上に。で、水びちゃびちゃになったの。で、めんどくせえって怒ったんだけど、怒るのをやめて、鳥の餌と水がクラッシュしたベッドを片付けたい人を募集してみたの。で、30分以内に駆けつけて、15分以内に片付けてくれる人が理想だなと思って。で、俺短期じゃん。短期の字間違えてるけど。で、掃除中に罵声浴びせる可能性が高いと。だから忍耐力あればいいなって。で、今度は眠くなったんだけど、寝つきが悪いわけよ、俺は。だから寝つきの悪い男を寝かしつけたい方を募集してみようと。で、すぐに眠りたいって思ったから、15分ぐらいでこう駆けつけてくれる人がいいなと。で、俺はほら偏屈な性格だから、ブツブツと独り言を言うことが多いと。だから聞き上手な人だとなおいいなって。だからこういう風にね、なんつうんだろう、俺が困った時に助けたい人がいるはずだっていうのが俺の考え方。うん、だから今後続けていくよ。うん、今後続けていく。はい、八作誠治さん、ありがとう。バーガー、いや、困ったら助けを求めればいいんだよ。いや、そうでしょ。だって舞茸の天ぷら作りたい人は世の中にいるんだよ。だから作りたい人をこう
呼べばいいんだよ。お互い幸せになるじゃん。女性限定は舞茸の天ぷら食べたいけど、男が作るより女の人に作ってもらいたいなっていう。だだっこっていうか、いや誰も不幸にしないと思ってて、俺も幸せになってみんなが幸せになる方法を考えたんだよ。俺台本って言い方すごい嫌いなんだけど、台本なんかねえよ配信に。お金あげたい人、いやだから花火くれる人は俺にお金あげたい人でしょ。いやいや募集も何も、俺にアイテムくれるっていうのは和道を喜ばせたい人だよ。だから今日も天岐阜1万円分来たわけじゃん。いやだから常に募集してるよ、俺にお金くれる人、1万円分の天岐阜。ほらこれお金じゃん。いや常に募集してるよ、俺にあのアイテムくれる人、お金くれんのと一緒だから。研究者は俺は微妙だと思うけど、俺は合ってないと思う。なんでかっていうと、一個の物事を追求するくらいの忍耐力は俺にはない。すぐ飽きる。そうじゃなくて、なんかこう、なんつうんだろうね、わかんないけど。あ、それいいね、お経の CD の考え方いいね。俺もそれ大賛成。一個のプロジェクトを達成したら解散。で、次のプロジェクトに能力持ってる人がどんどん行く。だから会社っていう形態ってさ、その会社が成長し続けるために居続けないといけないじゃん。だけど、その、飽きたら次に行くっていうのはすごく賛成かな。うん、誰か来たの？いや、来たよ。今から行きましょうかって。来た来た。いやだから近くに住みゃいいじゃん、俺の近くに。なんかそれがよくわかんないんだよね。近い人じゃないと無理だって考えるんじゃなくて、俺の願望を叶えるためだったら近くに住めよって思わない？だって俺の幸せのためとその人の幸せのためじゃん。だから幸せになるためだったら行動しないと。俺の家に引っ越せばいいじゃん。違う？はい、ワード2。風船ありがとう。いや、なんか面白かったって言われるのがちょっとよくわかんなくて。面白いんじゃなくて、俺は本気でリスナーさんを幸せにしようとしてるんだけどな。だって俺の幸せがリスナーさんの幸せじゃん。わかる。なんかさ、たまにさ、コメント読んでくださいっていう人いるけどさ、あのコメントって読み上げる必要なくて、俺読んでるからね。俺読んでるから、コメント読んでるから喋れてるわけだから、読み上げる必要はないよ。桜花火ファンタスティックありがとう、チヨチヨありがとう、ありがとうございます。いやだからコメント読んでるじゃん。コメント読んでるけど読み上げる必要ないじゃん。読み上げる必要は俺はないと思うよ、書いてあるんだもん。だからみんな見てるわけだから、放送コメント読む必要なんかないよ、うん、読み上げ機能つけりゃいいじゃん、携帯電話に入ってるから。自分のコメント読んでもらえるよ。機械でもできること俺はやるつもりないよ、うん、そう。かまってもらいたいんだったら電話かけてきな、いくらでもかまってあげるよ。俺はあなたをかまうために生まれてきたわけじゃないから。だって150人の願望を叶えるなんて俺には不可能だよ。違う？ 150 人の願望を叶えるっていうのは不可能だよ。ただ150人の暇を潰すっていうことは可能だと思ってるから。俺はね、みんなのことね、1% ぐらい幸せにする自信はある。1% ぐらいの影響を与えることはできると思う。ちょっと笑かしたりとか、ちょっと怒らせたりとか。ちょっと悲しみを共有したりとか。でもね、みんなの人生を 100% 叶えるのは不可能だと思ってるから。
それはみんなの役割だから。バガありがとう。ねえ、花火チヨチヨすごいね。はい、グッモーニング。 I'm fine。 あれ、 LINE とつまちやってるよ。 LINE は あ、コメント読んでもらいたかったらさ、コメント読むのが好きな人のところ行くべきだよ。うん、俺はだって放送、生放送でコメント読み上げる必要なんかみじんも感じたことないから。むしろ理想系はコメント読まないで喋り続けることだからね。ひたすら喋り続ける。いや、好きなのは嬉しいね、うん、それは非常に嬉しいね。ただあなたの願望を叶えるために生きてるわけじゃないんだ、ごめんな。うん、俺が好きだっていう気持ちはすごい嬉しいけど、あなたのラジコンになるつもりはないよ。 あなたのオナニーに付き合うことはできない。 ありがとうね、うん、これは音楽作った人が素晴らしい、うん、俺はただ選んだだけだから。でもあのフリーミュージックの中でもこれはズバ抜けてるなと思ってる。愛してくれてありがとう。読み上げたい人は読み上げるべきだと思うよ。読み上げたきゃ読み上げればいいと思う。俺はね、なんかね、コメント読み上げるだけの放送、かっこ悪いと思ってんのね、正直。そんなの、機械でもできるから。癒されに来たの、愛ちゃん。癒されておいで。愛ちゃんいらっしゃい。米さばきはね、俺はね、うなちゃんマンが一番うまいと思ってるかな、米さばきは。俺は下手な方だね。ただ下手な方かもしんないけど、まあそこそこのレベルはあると思うよ。あの安定感はあると思う。で最近意識してるのは、俺にしかできない技っていうのを結構ふんだんに入れ始めたの。他の配信者ができないことをやろうと思って、で結構その技は増えてきたから、他の配信者がやらないこと、俺にしかできないこと。米さばきに関してはもうある程度あればいいやと思ってて。風船ありがとう。最近はやりたい放送ができてきてはいると思うけど、なんかライフスタイルが整ってきたかな。すごく楽しく放送はできてるよ。俺ね、人の悪口をそもそも言うのが嫌いだから、多分ね、プライベートで付き合ったことある人ならもっとわかると思うけど、人の悪口極端に言わないの。あのね、っていうよりもね、人の話題ほとんど言わない。俺から誰々っていう配信者がさって、よっぽど珍しい時だよ。他の配信者より極端に少ないと思う。それよりもね、なんかね、その宗教とか論文とか学者の話とか、そういうのが自分からは多い。聞かれたら答えるよ。だけど俺としてはあんまり好きな話題じゃないの。配信者がどうしたこうしたとか、すげえくだらないと思ってて、なんかそんなのに振り回されて生きたくないっていうか、どうでもいいんだよね、うん、はいはい、またね。ニコ生で鍛えられたのは間違いないね。ニコ生で鍛えられたのは間違いない。他人の話をしないっていうよりもね、例えば便所太郎さんって、あの1個のパソコンの画面の中に8個ぐらい画面をつけて、8人を監視して次の日の話題を作るタイプの。だけど、なんでそれが嫌いかっていうと、時間取られるんだよ。で、次、明日この話題作りをしようって言って、人の話に乗っかるスタイルの。俺、便所さんは便所さんでそれでいいと思ってんの。彼の悪口じゃないのね。だけど、俺は、やりたいことがあるんだ。
やるべきことがあるんだ。リスナーさんに伝えたいことがあるの。自分の言葉で伝えたいの、俺は。周りが何やってるかとどうでもいいんだ。だから配信者、例えば今200人近く放送やってて、彼らはやりたいことやってりゃいいと思うし、俺は俺のためにやるべきことがあるのね。だから他人がどうしたこうしたとかどうでもいいんだよ、正直。うん。いや、アンチとかいらないけど。だから、その、やりたいことを達成するためだったら惜しまないけど、喋るし、伝えるし。バカありがとう、ラニさん。だけど、正直俺、サメ島さんとかドレさんとか仲いい人の話だったらわかるの。まだわかるの。その、あ、でもね、俺ね、ドレさん、ちょっと話変わるけど、俺、ドレさんがオワコン化してると思うよ。あのね、ついに話題に出なくなった。コメント欄でもう忘れられてる。ドレさんは危機感持った方がいいと思うよ。もう、ドレさんどうしたっていうコメントがもう来なくなってきたの。これが本当のオワコンだよって言った現象が起きてるから、ドレさんちょっと、もう復活するタイミング、俺は1週間だから休んだ方がいいっつったけど、ちょっと危機感持った方がいいかもしれないね。ドレさんどうしたっていう話題が出なくなったから。だから忘れるの早いよ、やっぱ、リスナーさんは。矢野ラッキーはどつ、俺はドルさん、もし下手したら大ゴケするっていうか、閲覧本当二桁に戻っちゃうかもしれないと思ってるからね。わかんないけど、これちょっと心配だね、そこは。だってさ、他人の話に乗っかるってことはコンテンツを作らないっていうこととイコールだよ。表現者じゃねえだろそれ。うん、どうも。ね、だからモノマネ芸人に近いと思ってんの、俺は。人の芸風をパクって、モノマネ芸人でさ、俺体制した人見たことないんだよね。モノマネ芸人面白いよ。だけど、モノマネをやってる人よりも、本人の方が面白いじゃん。だから俺、モノマネ芸嫌いなんだよ。ドレさんはね、来月復活。でも、もう多分、ちょっと流れ変わったっていうか、ドルさんがいないのが当たり前になったから、ちょっと、やばいんじゃねえか、とは思ってる。俺は評論家じゃなくてパフォーマーになりたいんだよね。俺はウナのモノマネうまいよ。それはウナが好きだったからね。だから最近ウナのモノマネ下手になってる。それはウナから離れた証拠なんだよね。最近やらないんだ。だからリスペクトが少なくなってきたんだよね、ウナに対して。ちゃんまにブロックされてるね、俺は。ん、やっぱ見てないからだ。ブロックされてもう9ヶ月ぐらい見てないから、やっぱり見てないと愛情って湧かないから。正直あれだよ、うなちゃんまの背中を追っかけてここまでやってきたと思ってて、これ配信で全部大事なことはうなから教わったよ、正直な。でももう離れて、もうあのウナに対するリスペクトっていうか信仰みたいなものはなくなったね。別にウナがいなくても構わないっていう。ウナから離れてよかった。そうそうそう、それはね、あのお経の CD 分かってると思うけど、シュハリっていう考え方ね。シュハリ、うん、シュハリですよ。
シュハリー知らない？教えを守る、教えを離れる、教えを壊す。この順番間違えるなよってことなんだけど、まず伝統とかを守ったりとか教えを守ったりするところから始める。要はその飲み込むとか守るとかで、そこから次のステップに行くのは教えを離れる、教えから離れて我流でやってみる、さらに教えを壊せるまでになんないとダメだって。だから先輩から教わった言葉だと、みんな我流をやろうとすんの。我流、要は俺の流派、我流我流だけど、みんながやってることっていうのは物事には型がある。型っていうのはさ、伝統的に教えをこう、これだけは守りなさいよっていう基本があるってことなの。で、型を守ること、要はその我流って何なのかって、型破りっていうの。型を破るから型破り、手張りの破るでしょ。型破りなことみんなやろうと してるんだけど、型がないやつがそれをやると型なしっていうの。お前型なしだなっていうでしょ。型なしっていうのは基本ができてないって意味なの。そう、型破りっていうのは型を誰よりも守ってるやつが型を破るから我流が生まれるの。だから配信でもそうでしょ。基本的な型ができてないのに我流をやろうとするとグダグダになってるでしょ。これは型なしっていうの。だけど3年間型を守るとか10年間型を守る、ここから離れるとすごいものができるの。型破りなことができるの。型を知らない人間に型なんか破れないよ。かっこいい、俺かっけー。最初から我流っていうのは効率が悪い。うん、今日もかっこいいな俺。いや、いいこと教わってるよね。決まったね。うん、決まったね。いや、めちゃめちゃかっこよかった。しびれた。今日の俺の発言に今すげえしびれた。超いいこと言ってる俺。かっけえなー。いや、かっこいいでしょ今のは。いや、めちゃめちゃかっこよかった。今決まったって思った。逆転スリーポイントシュートぐらいかっこよかったね。三井久志だよ、三井久志。ああ、そうだ、昨日リーバイスでさ、これその自分のジーンズリペアしてもらってさ、ポッケに開いた穴500円で直してもらって、ありがとう桜花火、ありがとう。ポッケの穴直して、こう股の破れ縫ってもらったの。ここリペアしてもらったんだけど、もう最悪。ジーパン買うタイミング、今リーバイス買いだよみんな。はっきり言う、今リーバイスのジーパン買い。アメリカで工場閉鎖してもう数年経ってるんですよ。で、これ、メイドイントルコなの。俺のジーパン。今、501、アメリカのやつが作られてるから、熱いぞ。俺、501もう一本買おう。もう一本つか、リーバイスのジーパン欲しいもん。今、メイドインジャパンのリーバイスと、日本で作ってるリーバイスと、アメリカで作ってるリーバイス、発売されてるからね。で、日本は結構もう長年売ってるんだけど、多分ね、今年いっぱいだと思うよ。アメリカの501。で、リスナーさんから言われてんの。ワド、来月ちょっとリーバイス買うから、ワドが行ってるショップ連れてってって言われてんだけど、はっきり言います。リーバイスの501のアメリカで作ってるやつ、はっきり言って買いですから。ヴィンテージの復刻で、いくら501もすげえ数売ってて、一番安いラインナップで1万8000円で、高いやつ3万円ぐらい。いや、いい情報でしょ？俺もう買おうかと思ったもん。で、501もいろんな方が売ってるから。もう欲しい501買うなら今だよ。アメリカの501が買えるから。マジで、リーバイショップ今駆けつけな。もう多分手に入んないよ。でね、日本製の501が、501なんてね、511が欲しいね、俺は。メイドインジャパンの。と、アメリカの501が欲しい。やっぱね、トルコ製のね、501もいいんだけど、作りが全然違うの、国によって。全く同じ型なんだけど、縫い方が全然違う。
それ面白い。アメリカははっきり言って武骨なのよ。日本が作ってるリーバイスは超すごいの。頑丈だし、もう職人技なの。だけど、アメリカは武骨でね、やっぱね、雑なんだけどいいよ。アメリカの501は。やっぱこれぞ501って感じ。な、メイドインアメリカってタグ入ってるからね。メイドイン USA って。あれはいいですよ。ジーパンに造形が深くなってきた。だアメリカで作らなくなったからリーバイスダメになったからね。ディーゼルとかが伸びてきたから。今買いだよ。で2本買うとね、新宿の店は 50% オフだったね。だ2本ぐらいお気に入りのジーパン買うのありかもしれない。お金に余裕のある人は。まあ5万ぐらいで2本買えるんじゃん。5万とか4万とかで。俺が履いてんのはトルコ製の、ヴィンテージの復刻で、606っていうシリーズね。606 3本持ってる。でもまあ501は定番だから持っといていいと思う。1年履いてるジーパンで、洗剤使わないで月1回水洗いで洗濯してるのと、今回こっちはノンウォッシュっていうのでやろうとしてるけど、今履いてるのが洗ったジーパン、これが洗ってないジーパン、こんなに色変わんの。月に1回、要は12回水洗いだけど、いい、ヒゲとかいい感じに出てきたよ。色合いが浅くなってるの分かる？こっちはもう洗わないで使おうと思ってる。干すだけ。いいでしょ。こういうね、ジーパンの楽しみが出てくるから。両方とも同じジーパン。全く同じ型。で、これがウォッシュしてるタイプで、こっちがノンウォッシュ。それは好みだね。俺は洗剤は使わない。でだいぶ柔らかくなってるね。洗ってる方は、洗ってない方は硬い。もう履き心地くっそ悪いでもかっこいい。ブラックだよ。ブラック、ブラック、ブラックじゃないのも両方ともブラック。こっちがブラックじゃないやつ、同じ型で。こっちもノンウォッシュで行こうと思ってるね。これがブラックじゃないやつ。俺はブラックのジーパンがメインだから。白と黒と赤以外はなるべく身につけたくないね。なるべく。まあちょっと難しいからあれだけど。赤と黒と白がテーマカラーだね。サムネの色ね。
和道カラー。だからなんかプレゼントするときはみんな気使ってくれて、赤か黒か白、この3つの家電とか送ってきてくれるから嬉しいよね。分かってる、うちのリスナーは。それ以外身につけたくないっていうのは分かってるから。子供の頃からこの3つの色が好きなの。USA、 いや、おすすめっすよ。USA。か、もしくはジャパン。で、ジャパンのラインナップは、今売れ続けて数年経ってるから、まだまだ売れるって言ってたけど、多分 USA に関しては、期間限定の復刻だから、年、1年ぐらいで多分売り切れたらもう再生産しないと思うって言ってた。な、USA の、USA の501はいいと思いますね。普通にリーバイ好きな人はもうアメリカで作ってないから、でやっぱアメリカで作ってるっていうのがリーバイスの最大の強みだったから、俺は USA の復刻は1本持っておきたいなと思いますね。でももう3本買っちゃったタイミングだからちょっと残念だよね。やっぱショップに通わないとダメだよね。いや、アメリカで作ってなんぼだかんね。メイドイントルコの意味がわかんない。でもまあトルコはトルコでこれ結構いいけどな。そんなに悪くないけど、やっぱ履き比べてみたいっすね。履かないとわかんねえかんな。まあでも高いんだよな。1万8000円、一番安いので1万8000円、高いやつは3万。かっこいいよ、タグも。で、正直俺は1万8000のやつでもいいかなと思ってる。定番の。501は定番中の定番だから。イエメンの国旗が出てきた。シュガーさんいらっしゃい。はい、ワード2。そうそう、お疲れっす。そうそう、いらっしゃい。ていうか、ヒカルくんがなんかショップ出したらしいね。一回挨拶行きてえな。ヒカルくんどこに出したか知ってる？店。なんか、店出したっていうから、一回、その付き合いしたいな。あ、そうだ、X さんから俺帽子もらったんだよな。X さんが服と帽子くれたんだよね。似合う。
X さんが使ってた帽子なんだけど、かっこいいね。よくない？ハンチング似合うね。これちょっといい、よくない？今週末、そうだよ。大久保でやってんだ。後で行こうかな。どう？似合う？エースカフェっていう。エースカフェっていう、その、なんか、なんかエースカフェっていうところのやつらしいんだけど、もしよかったらもうこれ使わないからあげるよって言われて。おしゃれだよな。これいいよね。かっこよくない？ハンチング、いいね。すごく似合う。ハンチングかハットしか似合わないんだよね。あとハンチング、ハット、ニット帽の3つだね。俺似合ってる？いいね。かっこいいよね。ロゴもかっこいいし、こっちもかわいいかもね。うん、エースカフェ、こうやってつけてもいい。こっちの方がいい。この帽子いいよね。なんかエースカフェってなんかそのイギリスだかなんだかのなんかなんだかかんだかって言ってた。なんかそのなんなんだっけ、エースカフェ、エースカフェ、なんかレーサーが集まるエースカフェってなんだろう。エースカフェロンドン、これか。そうそう、エースカフェロンドンって言ってた。書いてある、あ、書いてあるね。エースカフェロンドンって書いてある。なんかそのなんかレーサーだかなんだか今度かなんだかかんだか、俺は被りたくない、うん、似合う、ありがとう、かっこいいね、この帽子は。部屋綺麗になってる。あ、あ、テイスです。あれ？なんか声変わった？なんか音が違うように聞こえるな。この帽子ありだね。なんかあれなんだよな、俺あの便所太郎さんのあられちゃんの帽子結構好きだったんだけどな。あられちゃんの帽子かぶらなくなったよね。トレードマーク？あれってなんだろう？あれって何？トレードマーク？あれって何？あ、あられちゃんの帽子ね。健忘症だよね、もう完全に。本当に病気だよな。自分で喋ってて会話できないからね。お前が振った話だろっていう。本当にね、ごめんね。日常会話しててもこんな感じだからね。自分から振った話で、あれそうだよねとか言って、あれって何って普通に言うから申し訳ない、本当。頭おかしいんじゃねえかって思うよね。
2つだと思うよ。うん、2つだと思うね。うん、布製のやつに2つだね。うん、でなんかこう横の部分はこうパチッと作り、すごくいいね。これ高いやつなんじゃないかな。俺ファッションブランドとかよくわかんないんだけど、なんか作りが異常にいいから多分高いやつだと思うよこれ。フォルムがめっちゃ綺麗だね。うん、すごくいい帽子だよ。かっこいいよね。ていうかまあ俺がかっこいいから、やっぱかっこいいやつが何着てもかっこよくなるっていう、俺がかっこいいのか帽子がかっこいいのかっていう、その深い問題になってくるよね。そうなんだよね、かっこいいやつは何着てもかっこいいんだよね。一流の男は一流の帽子かぶんないとね、やっぱね。この元生活保護受給者とは思えないファッションセンス。ありがとう千代子、久しぶり。風船ありがとう。ありがとううなちゃんまんこ。ハンターハンターに出てきそうでしょ。凄腕念能力者として出てきそうでしょ。幻影旅団ナンバー3って言ってもおかしくないでしょ。配信者がチンピラに絡まれてるよね。っていうかチンピラが増えたよね、配信者とかリスナーに。昔はそのネットやってるっていうとチンピラが箔がつかねえっつって隠れて見てたんだけど、なんか俺はそのなんつうんだろう、あんまりいい傾向じゃないっつうか、チンピラっつうか多分まあまあチンピラなのかしんないけど。ルナいらっしゃい。なかった？エースカフェロンドンで検索したら出てきたよ。エースカフェロンドン見てみようか、サイト。なんかエースカフェロンドンっていうやつらしい。バイク乗りかなんかのブランド。エースカフェロンドン、これオンラインショップって書いてあるんだ。これでしょ？帽子見てみようか。帽子どこ？小物かな？
あれ？ハットがないな。これかっこいいじゃん。シャツももらったよ。質問どうぞ。あれ？ハットがないな。ハットどこだろう。あ、このピンバッジ欲しいな。え、T シャツもかわいいじゃん。ハットないのかな。まあ、かっこいいよね。作りもいいよ。ボクシングの試合って何？捨て頃ってこと？捨て頃は6月だよ。もうチケット手に入んないから意味ないと思うけど。この帽子自体はもう売ってないのかな？アポチーム25日だよ。あ、この方が売ってないんだ、もう。かっこいいよね、ここ。ハット、キャップ。あ、もう売ってないっぽいね。売ってないね。売ってないね。 T シャツとかもかわいいのあるね。かっこいいよね。これかわいいね。これいいんじゃん。これもいいじゃん。なんかバイク乗りたちのなんかコースになってたとか、なんだかんだって聞いたけど。あ、俺と同じのつけたいのね。やっぱ一流モデルは影響力半端ないね。俺がつけた瞬間に、もうみんなは買いに走るっていうね。俺と一緒の身につけたいってか。ファッションリーダーだね。リュウホーデスマスいらっしゃい。てか、そろそろ T シャツ発注しないと間に合わねえな。和道グッズ。そろそろだな。ああ、もう買い占められちゃった。でも実際このバングルもすぐ売れちゃったかんね。和道リスナーが買い占めちゃったかんね、これ。結構ね、和道と同じもん欲しいっていう人多いよ。気持ちはわからないでもないね。スーパースターと同じアイテムを身につけたいっていうね。リスナーの名前入り T シャツ、早く作んないとね。どんなデザインにしようかな。これキラーマシン。キラーマシンだね。ドラゴンクエストやったことある人なら知ってるよ。勇者を殺すためだけに生み出されたキラーマシンです。リスナーさんの名前全然増えてないよ。あ、そうそう、みんなさ、捨て頃に T シャツ着るんだけどさ、名前入れてほしい人いたら名乗ってよ。リスナーさん背負ってリングインするからさ。今のところこんな感じかな。これがマックスかな。何人なんだろう今。1、2、3、4、5。5人、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、まあ、50人ぐらいかな。ゲレゲレさん、ありがとう。一応フォロワー限定なんだけど、フォローしてくれてる？ありがとう。フォローしてね。ゲレゲレさん。ありがとう、ゲレゲレさん。ゲレゲレさんもリングインだね。
卵味噌花火投げてるからね。俺も入れてくれっつって。フォローありがとう。もうそろそろデザイン考えないとね。ああ、どこ行った、どこ行った。なんか勝手に変わんないで。フォローありがとう。ねえ、一緒にリングインしよう、捨て頃。記念 T シャツ作ろうね。花火買う予定でいるけど締め切りいつまで。もう今日までぐらいじゃない。いいよ、あの一郎さん名前どこだ。一郎さん名前入れてくれた。一郎さん入ってる。あ、入ってる入ってる。うん、いいじゃん、名前が入ってることに意味があるからいいんじゃない。あ、応援ありがとう。サンキュー。一緒にリングインしようね。刺繍で作りたいな、せっかくだから。高くなってもいいから。刺繍の T シャツがいいな。刺繍かっこいいよね。長く着たい。仲間にデザイナー欲しいな。デザイナー、え、安いの刺繍。あ、そうなんだ。いや、結構金かかってると思ったわ。マジだ。刺繍って高いイメージあるけどね。刺繍はいいよね。機械の刺繍 T シャツとかあんのかな。初見さんいらっしゃい。検索してみよう。刺繍で作るならいくらだろう。作った時10万ぐらいした。それは無理だな10万円の T シャツリスナーが買うって言ったらもうそれこそぼったくりって言われるからね。うん、怒られるわ。プリントかな。普段やってるところどこだっけな、名前。シャツは諦めないでっつうか、これやらないと花火もらってるからくっそ怒られるよ本当に。これは詐欺って言われてもおかしくないかんね。シルクスクリーン印刷、インクジェットダイレクトプリント。
プロ仕様シルクスクリーン、いやこれ怒られるっしょ多分。刺繍で作るところあんのかな。なんか長く持つようにしたいよね。なんか洗濯して剥げる生地とかあるじゃん。ああいうの嫌だよね。ここは刺繍やってないっぽいな。デザインこだわりたいんだよね。普段俺も着るから。なんて入れようかな。ここに和道って入れて、ここにマーク入れて、ここに和道でいいか。こっち和道、和道マーク、スペシャルサンクスで背中にバーって彫って、どうしようかな。全面に何入れるかだよな。やっぱ刺繍で作りてえな。こだわって作りたいね。おお、谷さんいらっしゃい。どうだい最近。調子はどう？はい、まさやさんこんにちは。出てけって言ったの。出てけって言っちゃったの。すげえ面白いじゃん。あ、出ていかないことになったんだ。おー、まあいいしのな、放送も。まあでも予想できたけどね、放送やらなくなるだろうなっていうのは。まあまあ、拾った犬は飼い主に責任があるからね。やっぱ動物は命だから、飼い主には責任があるからね。谷さん、ダメだよ、最後まで面倒見ないと。そう。動物を拾った側に責任が発生するから、やっぱ命だから、ダメだよ。保健所とかに出したらダメだよ。怒るよ俺。あまりに生き方言う考え、あまりにも生き方も言うことも考えもダサいから、
いや、意思の底なんだよね。そう。あ、ついに、もう、っていうかもう、あれだね。谷さんも石野も分かれるね、これ。うん、ついに気づいた。石野があまりにも生き方も言うことも考え方もダサいっていうのに気づいた。うん、あ、ダサいやつは関わりたくないから出てけって言った。ああ、かっこいいね。うん、でもね、みんな気づいてたよ。谷さんだけ気づいてなかったんだよ。うん、不感症の男と寝てるみたいな生活。もうでも終わりでしょ。ゲーム配信しようと思ったら何が必要かな？パソコン、キャプチャーボード。いや、そんなに金かかんないよ。ゲーム機とパソコン持ってるんだったら、1000円だか2000円で売ってるね、キャプチャーボードが売ってるから、そんなに金かかんないよ。どうなのかを決めるのは谷さん自身じゃないの。俺は別に石野と付き合っていくから。ギラギラした感がないっていうか、もう、なんだろう。なんだろうな。何か因縁があるんだと思う。いや、笑わないよ、別に。谷さんが救ってくれたことには感謝してるけど、谷さんが石野のこと守っても、なんだろう。石野を救うのは石野だから。でしょ？紐でしょ？まあ、紐でしょ。いや、誰がどう見ても紐でしょ。だってあいつは飼われたいって言ってたんだもん、昔から。女に飼われたいって言ってたんだから。でもやっぱり人間は何かを求めていかないとダメだよ。あいつは何もしないことで苦しんでるだけだから。生きてきた場所があまりに何度も近い。あいつを救うことができるのはあいつ自身なんだよ。だって旅もやるっつって旅もしねえしさ。なんだろう。弟と約束したとかあんだけ格好つけといて。やらないわけじゃん。自分に嘘ついたらダメだよ、やっぱり。で、谷さん、石野がいることで谷さんが苦痛になるんだったら追い出すべきだと思うけどね。たらればでしょう、だから。自分のこと考えてやらないと。楽しいんだったらそれでいいんじゃない？俺らは谷さんと石野の関係にタッチはできないよ。ただ今の石野見ててもなんか全然面白くないけどね。俺は何だろう。もっと才能にあふれてる石野が好きだから。あそこにいる限りドラマなんかないよ。いや、谷さんのところにいる限り、一種の人生にドラマはないよ。あるわけないじゃん。電話かけてきなよ。電話で話そうよ。LINE かけてきてよ、谷さん。コメントだと伝わんねえから。かけちゃいなよ、言う。石の会議やろう、石の会議。いや、だるいじゃん。5分で済む話を1時間でやるのだるいじゃん。いや、恥ずかしいの感覚がよくわかんないんだけどね。別に人間と人間がただ電話で話すだけなのに、何が恥ずかしいのかよくわかんない。いや、かけりゃいいじゃん。話が早いじゃん。かけない。
いや、自分で決めな。自分で決めな。正解なんかないよ。うわ、何？イチローさん。マジかよ。桜花火ファンタスティックありがとうございます。ありがとう。びっくりした。ありがとうございます。T シャツ最強のデカ文字で。了解です。イチローさん。ありがとう。いやー、これ、バックれたら殺されるだろうな。なんだろう、バックレたら殺されるの分かってるんだけど、T シャツがプレッシャーになるっていう これはさすがに本当に、鮫島さんとかに言い訳できないぞ。本当にガン詰めされるぞ。めんどくせえ。やばいな、プレッシャーに感じ始めたな。72。ありがとうございます。あ、やべえ、めんどくさくなってきた。やばいよ、めんどくさいよ。あ、名前、やべえな。ミルルさんいらっしゃい。あれ、全部入らなくなってきたな。いや、プレッシャーっていうかね、なんか、義務感になるとやりたくなくなるんだよね。あれ、なんかずれたな。まあいいや、後で整えるか。てめえで募集しといて、てめえでやらないとか、何考えてんだって話だよね。男尻さんいらっしゃい。はい、こんにちは。バカありがとね、ミルルさん。ありがとう、イチローさん。アットマーク、キングオブメットホット。キングオブメットホット。キングオブメットホットって何？アットマーク以降一応つけないのがルールなんですよ。ごめんなさい。キングオブメットホットって何？なんか、他の人を宣伝するのはちょっとあれなんですよね。どういう意味？キングオブメットホットって。そう、メットホットさんっていう人が、何なのかわかんないから。なんか他の配信者とかの宣伝をするのが目的ではないからさ、申し訳ない。てんてんさん、こんにちは。キングオブメソッド。あれだよ、イチローさんの名前だったらいいよ、別に。でも一応みんな入れてないからな。アットマーク以降削るって約束だから、みんな削ってるから、みんな削ってるから、アットマーク以降入れてないから申し訳ねえ、それは。イチローでいきましょう。あ、ギター直したよ、ギター。ギターね、東急ハンズでネジ買ってきて、直した、ここ。直ったよ。なんかバンドマンっぽくなってきたな、見た目が。ほら。なんかミュージシャンっぽくない？これでね、歌とギターがかっこよく弾けたらかっこいいんだけどね。
どっからどう見てもプロミュージシャンでしょ。どっからどう見てもプロミュージシャンでしょ。あれプロですか？プロですけど。泉谷しげるかっこいいよね。だんだんミュージシャンっぽくなってきたね。ギターうまくなりてえな。ギターうまくなりてえ。泉谷さんではないです。ありがとう、ちよちよ、桜花火ありがとう。泉谷さんに似てる？そう。あ、俺泉谷しげるかっこいいなと思うけどね。絵になるし、なんかすげえかっこいい大人だと思うよ。泉谷しげるかっこよくない？なんかセクシーだし。これエースカフェロンドン、あの X さんにもらったの。かわいいでしょ。結構似合うって言ってくれるね。エースカフェロンドン。こっちもいいよね。これだとさ、でも、あ、なんだっけ、あの相撲取りのさ、ヤクミツルみたいなんない？ヤクミツル感が出る。こっち側だとヤクミツルで、こっち側だと泉谷しげる。ヤクミツルで行く？なんかすごいティッシュとか、芸能人のティッシュ集めてますみたいな。ヤクミツルっぽいよね。え、でも帽子だけでおしゃれ感が半端なく上がってるよね。あ、どうも、なんとかでディレクターやってますみたいな。なんとかディレクターですみたいなさ。業界人っぽさが出たでしょ。業界人っぽさ。割り箸とか集めてそうでしょ。チャゲ？何チャゲって。チャゲアスのチャゲ。何で飯食ってんのか分かんないよね。キャスケットってどんなやつ？キャスケットが分かんない。ヒカルくんの店行こうかな。ヒカルくんの店に挨拶行こう。客入ってんのかな。水道水っていうかポカリだね。いや、あんまりね、その、なんかね、最近、ドレさんから電話かかってきて、いくら花火上がって、いくら花火上がったって、うるせえんだよ、あいつ。ワードも最近、花火上がってる、花火上がってるって、うるせえと思って。昨日もなんか、花火の話ずっとされて、なんかね、違うんだよ、俺ね。あの、本当にね、金が欲しいわけじゃなくて、金を稼いだっていう実績だけ欲しいの、俺は。うるせえんだよ、あいつ、本当に。人の財布の中身ばっかり。うるへえ、ドレシン。いや、もうなんかね、もうめんどくせえんだよ本当に。いや、和道さんに負けたくないっつうかさ、そのすっげえ気にしてんの、人の花火を。で、俺ぶっちゃけさ、ドレさんが花火上がってた時そんなこと言わなかったし。そう、ヒヤシさんいらっしゃい。なんかね、花火って毎回同じ話だから、もうね、面白くもなんともないのよ、その話。そう。なんかね、相当俺に花火上がるのが悔しいのか気になるのかわかんないけど、なんかね、ドレさんから電話かかってきてね、まずね、3つ目ぐらいのね、リアルな議題。本ちゃんの話って3つ目の話題ぐらいするんじゃん。2つ目とか。ところで、みたいな感じで。で、大体その時の話が花火の話なの。声良くなってた。声少し良くなってたよ。まだ悪かったけど。
いい人ですよね。まあまあ、うん、ドラさんいい人よ。ただもう花火の話はうぜ。何なんだよっていう。いや最近お前一枠で何発上がってるよねみたいな。知らんわ。風船ありがとう、癒しさん。初見さんなのにありがとうね。暇なんだろうね。うん、多分暇なんだと思うよ。てかさ、メガホンって復活したの？いや、最近放送しないのはね、ちょっとメンタルが放送に向かってない感じかな。うん、なんか放送があんま楽しくない。でもほら、パチンコ封印したからさ、やることないじゃん。だからもう、なんかちょっとどうしたらいいんだろうっていうね。ただ単に放送に向かってないね、俺が。気持ちが。今日はまあ楽しいけど。なんかこう、このままでいいのかな、みたいな。俺何やりてんだろうとか。どこに向かってんだろうとか。乗り殺す現象。あくっそ。乗り殺す現象。乗りロス。タバクはね、面白くないんだよね。本当に放送が嫌い。放送を見てて面白いとかワクワクするとかなくて、すげえなんか人の放送を見てるとイライラするんだよ。面白くなくて。あ、動画見てるかな。動画見てるね。風俗も行かない、パチンコもしない。だから趣味っていう趣味がないわけよ、本当に。難しいね。風俗あんま好きじゃないね。昔10代の頃行きまくってたんだけど、なんか虚しくなるっていうかね。なんかやりたくてやってるわけじゃないじゃん、風俗場も。だからね、金で何かを買うっていう発想があんま好きじゃないのかもしれないね。いや、旅ね、それこそやりたいね。でも釈迦とペコがいるからね、今。釈迦ペコがいるから。
なんだろうな。アダム&イブ、ああ、わかんない。駅前のピンサロショ、わかんない。覚えてない。ババアしかいないっていうか、モンスターハウスで有名だった。女を落とす楽しみはないっつうかね、なんだろうな。なんかセックスを金で買うっていうのがあんまり、なんか、あんまりね、そこに魅力を感じないんだよね。性欲を処理するっていう発想。なんて言えばいいんだろうな。なんかよくわかんないね。なんか風俗行きたいっていう感覚じゃなくて、面白いことがしたいタイプ。面白いことには金バンバン払いたいのよ。面白いことには金どんどん使いたいんだけど、乗ってないものってとか、だからプロの風俗嬢とか、もう私超変態みたいなのがいたら、金バンバンね、どんな変態なんだろうみたいなさ。それはエンターテインメントとして成立してるんだけど、若い人もいるんだ。谷さんは成田の駅前のピンサロで1ヶ月働いてたっていう。 そう、その話を偶然してディスってたら、私働いてたよって。いや、若い女にも興味ないしね。なんか、セックスにそんなに、なんつうんだろう。あんまり、だからなんつうんだろう。セックスにそんな幻想を抱いてないっていうか。どうでもいいかな。ヘルスと韓国エステとホテルとソープ。ソープは行ったことないな。ソープは行ったことないし、なんか風俗行きたいっていうのはないね。ソープは G がなくなって空飛んでる感じだった。無重力体験。いや、なんだろう。あんまり、なんつうんだろう。なんか、やっぱ性風俗は関心ないね。だから、恋愛だけしかしませんっていう風俗とかあったら楽しいかもね。恋愛だけしますっていう風俗あったら、ちょっとやってみたいかもしれない。なんだろう。デートだけとか。だから、一緒に一晩寝るっつうか、共同生活する、シェアハウスだけで生活するだけ、性的なサービス一切ないとかだったら、めちゃめちゃ楽しそうじゃない？ 2 万とかで、その可愛い女の子と、テラスハウスって言うんだっけ、なんかそういう番組あったじゃん。そういうのは絶対楽しいと思う。
精神的な快楽とか情報的な快楽には興味があるね。逆にセックスが禁止されてる方がグッと来ない。そう、脳域タイプなんだよ。よくわかるね。だってセックスってぶっちゃけた話、やることって別にそんなに変わらないじゃん。起こる現象も想像がつくじゃん。俺はその想像もしなかったようなことが経験として手に入れたいタイプなのよ。で、想像ができるものに金払うやつってバカじゃん。生主でね、シェアハウスとかやったら絶対面白いよね。俺は絶対それ企画したら妻にゃんと子とか入れるけどね。絶対面白いと思う。妻にゃんが引っかき回したら面白くなるよね。33ぐらいで。そう、絶対妻にゃんキャスティングする。絶対引っかき回すから、妻にゃんが。いや、妻にゃんがいないと番組成立しないぐらいに思ってる。それこそプロでしょ、妻にゃんは。で、その次の日の朝のミーティングっていうか、ちょっと話があるって言って、妻にゃんが毎回詰められるの。お前妻にゃんとやっただろうっていうのが毎回その議題。 やってねえよみたいな。 絶対面白いよね。波風立たせたらもう天才だからね。テーマソングでもゆずじゃないとダメだと思ってるから。さよならバスじゃないとやりたくないよね、エンディングソングはね。予定時刻は6時 それさ、生主が歌えばいいじゃん、さよならバスを。 便所太郎さんのさよならバスでエンディングでよくない？ それ絶対面白いじゃん。ああ、全員とやるタイプね。させこうね。俺は多分なんかクールぶってて、なんか自分探しの旅に出るとかいうわけの、なんか最終的に番組のリーダーみたいな、一番その長く居つくやつみたいな、長老みたいなポジションになって、誰とも恋愛しないで勝手に出てくタイプだよ。かっこつけて、ひたすらかっこつけて、なんか何だったんだあいつみたいな、そういうポジションになると思うよ。相乗りでもいなかった？ずーっといて結局恋愛やらないでなんかやるっつって、自分の都合で脱退するやついたじゃん。俺多分そういうタイプだと思う。ずーっと格好続けるわけわかんないやつ。で、相談、女子に相談され役ね。いたでしょ？相乗りに。俺多分そのポジションになると思う。何しに来たんだこいつっていう。なんか自分を変えたいとかわけのわかんないこと言ってるやつね。視聴者を意識しすぎてる。 自分がどう見られてるかを意識しすぎて何もしないやつ。ああ、何なんだよって感じだよね。相乗りはやらせだとしても面白かったよな。あれ、いい番組だったよね。あ、歌ってそうだね。オリジナルソングね。多分歌うだろうね。まあまあね。やっぱ、でも恋愛番組は面白いよね、やっぱね。
だ相乗りはセックスがないから面白いんでしょ。セックス あるんだろうけど映さないじゃん絶対。そこがいいんだ。学生時代に戻りてえな。学生ってだからいいよな。男と女があんだけいるんだもんな。面白いよね。だから学校なんかただの相乗りだもんね。あんなのねずっと相乗りやってるようなもんだもんね。戻りたいね。あ、エロいことしてるのがバレたんだすげえ面白いな。いや大学とかだから羨ましいよ。そんな大学とか羨ましいよな。いや羨ましい本当に。そういう青春の経験があるっていうのは。俺なんか高校すら行ってないかんね。あ、バレて会議になった、意識高い系ポジションは俺に任せて。意識高い系ポジションをやらせたら多分ね生主の中で一番得意な気がする。生主は和道のがモテる。俺モテたことないよ。俺モテたことないよ本当に。生まれてからモテたことが一回もないから。モテてみたいもん。キャーキャー言われてみたいもん本当に。肌綺麗だよよく言われる。毛深いけどね。ヌード写真見た。あ、ありがとう。なんかさ、オリジナルソング歌うと100万円優勝するともらえるんだけど、これやる？これ、賞金100万円、スペシャル番組の生出演が獲得できるっていう、その、音の場っていうサイトとコラボやってんだけど、オリジナル曲1位予選でふわっちの中で5組なんだって。で、最終的にはそのライブハウスで、そのオリジナル曲を、全国でやって1位になると100万円なんだって。やってみるよ。じゃあ次枠でやろうか。次枠でやろうか、うん、出るならアイテム投げる。ありがとう。オリジナル曲ね。なあ、どんな歌？歌詞で攻める。歌詞で尾崎豊風でやる。尾崎風で。歌う？ワッチャネームしか持ってないけど、何系の歌でいく？曲作ったことない。別れラブソング、失恋ソングやる。失恋ソング やろうか。じゃあ次枠でやるわ。オリジナル曲歌詞みんなに書いてもらうってどう？歌詞をみんなに書いた、それってオリジナルなのかっていう
みんなで一緒に作ろうか、曲。それ楽しくない？俺が作るんじゃなくて、和道リスナー全員で作る曲。うん、何回こいつ別れるねんっていうね。みんなで名曲を作る枠やろ。え、っていうかもうやる？次枠行ってもうやる？どうせ閲覧かそってるし。もう次枠行っちゃう？どうする？暇じゃね？どっちにしろ。もう行く？もうやる？枠取り直すけど。やります？やろうか。じゃあ一旦終わりにします。お疲れ様です。